Go Knicks、今週もね NYK、再建プロジェクトスタートしました。いやー調子いいね。機嫌いいっすよ。うん、ちょっと先週だからうちらは、ちょっと心配事を残しながらね、ローズのトレードの実際どうなんだ、 IQ の時間取られちゃうのかとかいろんなこと心配したんだけど、蓋開けてみたらまあいいのか悪いのかだけれどもペイトンはそのまんまで、まあ結局言ったらあれはクイバーズの分のオースティン・リバーズの時間を全部そのままそっくり、ローズに渡して、ローズと IQ のセカンドチームで今やってるけどめちゃくちゃ機能してるね。機能してるね、うん、もしかしたらこれバイアスなしで、うんNBA で一番有能なバック、セカンドユニットのバックコートかもしれないですね。まあローズがビッグネームだっていうのはね、もちろんそうなんだけど、たったの2試合で全国ネットのメディアのそのバックコートが機能してるっていうニュースの取り上げ方が早いね。早いね。やっぱ元 MVP だっていうのは大きいと思いますよ。やっぱでかいね。でかい。なんかまあオーラ違うしね。まああとね、なんかその余裕がね違うよね、一個一個のプレーにね。見れば見るほどペイトンにクエスチョンマークがつくね。それね。なんか頑張ってるけどね、急に。そうか。別に火ついてるでしょう。あ、いやまあティボドーは昔からそうだけど、ニックスの監督に就任した頃から言われてるのが、そのティボドーの欲しいポイントガード像っていうのは、常に相手に得点を取るよっていうそのプレッシャーとか脅威を与えるポイントガードが大好きだっていうことはもうずっと言われてきてるから、そのクイックリーも好きだしローズももちろんね、ボール持った瞬間に点取られるって相手が思うようなポイントガードがティボドは好きだからね。だそういう意味で言ったら今までまあ選択肢がなかったっていうのもあるけど、ようペイトンで使ってるよなっていうのはあるよね、なんかね。一応なんかもうめっちゃ遠くから見たらスコアリングポイントガードですもんね、ペイトンは。何も分かんない人が見たらさ、まあなんかドライブも結構ガンガンいくしみたいな。まあ先週だからセンターだっていうことがもう判明したんで、俺たちはもうポイントガードとして見てないんだけど、でもまあ本当になんかがむしゃらに頑張ってるよね今ね、ペトン。うん。ロケッツ戦のねウォールとちょっと喧嘩になりそうになった時とかもね、チューピングしてたじゃん。なんかチューピングしてましたね、ピヨピヨ言うて。あれでもグッディだけど手上げときゃさ、あれあのまんまグッディだったよね多分ね。まあね、まああれはスターコールかなって思ったんですけど、ね、でもまああれは個人的にいい、なんかペイトンがあれだけこう感情を出してプレーするのって珍しいじゃないですか、しかもなんか自分のオフェンスじゃなくてちゃんとそのワンオンワンディフェンスで頑張るっていうのを、ところを見てなんかニックス心はくすぐらされましたね、あれは。もしかしてここから地味にポイント稼ぎ始めるのか、ペイトンがネクストランドルみたいにひっくり返すかもしれないですよ、評判を。いやでもだとしたら今まで何だったんだよって話あるけどね、ぶっちゃけ。いや、you never know 本当に。いやこれはね、ペイトンがそんなねひっくり返すわけないやん、 0% やんって今思ってますやん、まあ、世の中の全員が人間やったら、うんうん、でもシーズン前、ね、ランドルがこんなオールスターシーズン、うんね、ポジティブなインパクトを与える選手になってるって言ってたら、うん、可能性としてゼロやったじゃないですか。ゼロよ。だってオールスターボートにみんなでハッシュタグつけてなんとかして入れてあげたいなんて1ヶ月前というか開幕前なんかないじゃん。最初の1ヶ月だって俺らどうやってトレードするかみたいな話しかしてないからね。だから、うん、本当何があるかわからない世の中ですから、うん、もちろんねそんなペイトンがこれからすっごい選手になるとは思わないよ。思わないけど、うん、ドアは開けときましょう。とりあえずドアはね、ドアはオープンマインドで、オープンマインドで行く、うん、フェアでに評価してあげましょう、うん、ここからは。意地悪おじさんな意見していい？どうぞどうぞどうぞ。まあまあ選手センターだっていうことが分かったから、そのポイントガードっていう役割に固執しないでくれれば俺はまだ許せる方向になんとなく持っていけるかなっていう自分の中でのマインドがある。なぜかって彼がポイントガードっていう役割に固執しなければ、だって別に正しい場所に正しい人が正しいタイミングでボールを正しい人に渡すっていうのを誰かがやってくれれば、俺ら別にペイトンに全部その役割やってほしいとは思ってないじゃん。うん。思ってない。ね。だから彼のやっぱいいところを伸ばしてほしいなってすごい思うの。あのスタートの5人の中での存在感で言うとね。そうですね。どうせプレーするならね。そうそうそう。どうせ入るんだったら。すごいちょっと何試合か前に俺も言ったけど、出だしからボールさっと RJ とかランドルに渡してスッとコーナーに行った何試合かあったじゃんね。余計なことしないよみたいな。でそこからちょっといろんなことがさ動き始めたでしょ。でも今ちょっともう一回俺が結構持って俺がなんかするよみたいなモードに今ちょっと戻りつつあるのよ彼。今ちょっとね戻ってますね、うん、だからそれがやっぱね俺の中ではその一番彼の下手なその NBA 選手としてのやれる能力の中で一番下手なのがもう圧倒的に彼はパスが下手なのよね。シュートよりもパスが下手だと思うそれ思い切った発言ですね。うん、思うもん。だって試合中にだってするパスがさ、うん、そのガードのするパスじゃないもんだって、うん、圧倒的にやってるパスが今日とかもそうだけど突っ込んで50センチ先にいる何もできないセンターにただ速いパスを渡すとかその、うん、セットアップしてないわけよ要は何にも。それって NBA のポイントガードのするパスじゃないじゃん。違うね。うん。しかも不思議なのは、うん、あごめんなさいどうぞどうぞ。いいよいいよ不思議なとこ言っていいよ。俺僕後から乗っけられるから。OK 不思議なのは彼のイメージ的にパスファーストポイントガードっていう感じで最初ニックスに来たじゃないですか。うんうん。なのにこう普通パスファーストポイントガードっていうのはドライブした時にパスを目的にドライブする、うんうん、でも彼の場合はドライブしてもう点を取ろう、ね、それ止められたらもうどうしようもないっていう時にじゃあもうデスパレーションパスを出す、うん、ね、うん、苦し紛れのパスだよね。そうそうでしかもその渡してる相手がさそのコーナーとかにいるシューターとかね、例えば真後ろにいるセーフティーのガードとかに渡すならまだしも何の準備もできない50センチ真横にいるノエルとかに渡してるわけよ。ただでさえ何もキャッチできないノエルに苦し紛れの50センチの距離で、ね、ダンクポジションでもないね彼もらっても何もできない場所でただ苦しいから渡すっていう、そういうさことをやるってもうないじゃん、絶対ないね、うん、そういうこと考えられないポイントガードは嫌だね。そうなの、そうなの。だから俺はドライブももう認めるし、ゴール下のセンターみたいな点の取り方も認めるね。パワードリブルからねとかプットバックショットとかセンターよりもやるから、それは全然いい全然いいよそれはだけど、はい、その、うん、だったらそのプレーメイクはもう諦めてほしいなって思うね。やっぱセンターなんだから。そうじゃなかったらそのさっとコーナーにね、一回バレットとかランドルのトップ2に渡しといて、さっと自分はコーナーに一回はけるみたいなのやってたじゃん、何試合か。そのモードでこうどんどん回して、そのスターターの5人のプレーがこうみんなのタッチが増えるように回してくれた方が俺は絶対いいなと思う。で今日みたいにウォールとかみたいな人たちにワンオンワンでこうハラスメント的なディフェンスやってくれたら俺は全然いいと思う。いいかもね、うん、もしね、うん、ほんまその今の NBA はもちろんシュートができない選手っていうのはすごく、まあ、不利なポジションになってしまいますけど、カッターとして活躍できる選手っていうのは全然価値あるじゃないですか。あるある。ペイトンがもしそういうところでカットのタイミングとかがいい選手になれたら、確かにニックスにとってはプラス、ファーストユニットにとってプラスになるなと思うんですけど、じゃあその場合ね、宗太郎さん的にポイントガード、いわゆるねポイントガードの役をするのはやっぱランドル、それとも RJ。 いや俺はだからもうポイントフォワード的にランドルがトップでもらって、いろんな、うん、可能性、そのファーストオプション、セカンドオプションとかっていうのを見ながらその試合を進めるっていうのがベストかなって思うけどね。それの方が面白いバスケできそうですしね、うん、やっぱりね、その展開を開ける人がタッチが増えないとやっぱり、ね、うん、止まっちゃうよね今ね。で RJ がさ、ここ何試合かやっぱ死んでるじゃん、すごい、うん、心配してないけどあんまり。でもやっぱりなんかペイトンがケツに火ついて自分のそのね、仕事を確保するためにこう自分のためのツッコミとかをしてるから、こう RJ がやっぱ死んでる部分が多いんだよね、なんかすごく。確かにね、うん、やっぱペイトンがコートにいるだけで、うん、RJ はまあノンシューターやから2人目のノンシューターがこうコーナーにぼーっといるっていうのもかなりスペーシング的にきついしね、うん、きついよ、うん、ランドル一回トップでもらってさ、どうしようかなって迷ってふって見た時にさ、45度とかコーナー気味のところにペイトンがら空きでいたのよ一回、多分2秒ぐらい目あったんだけど渡さないでそのまま突っ込んだのよランドルが。でもそうなるよね、あペイトンだってなるもんだって、見た時なる誰も守ってないんだよそこだって、もう完全に捨てられてるからさ。確かにね、これねヒート戦も同じようなプレーがあって、うん、すごい覚えてるのはこうランドルかな、ランドルが左のウィングでボール持ってたんですね、うん、でコーナーにストロングサイドの同じサイドのコーナーにペイトンがいた、うん、でペイトンガードしてたのはジミーやったんですね、うん、もう完全にジミーはヘルプポジションにいるんですよ、うん、最初からほぼペイントの中にいて、うん、全然もうエルフに行ったらどうぞシュートしてくださいっていうようなので、ランドルが結局もうスイングしないといけなくなった、うん、でも次のプレー IQ が入ってきたら、うんうん、もう全然ガードの仕方が違う。ジミーはそうコーナー離れられないじゃんぶっちゃけダブルいってたやんだって、うん、だ俺思うに、ペイトン本当に機能させたいんだったらその、うん、体の大きさとかそのポジションとかも今関係ないから NBA とかバスケって役割と自分のやれることで考えたら彼はスクリーナーになるべきだと思うね俺は。ねえ、うん。だってトップでランドルとか RJ にペイトンがスクリーンかけたってみ、うん、ペイトンのディフェンスはさっきリクト君が言ったみたいに完全にドロップしてるから要はもらった選手がガラ空きでスリー打てんで間に合わないからドロップしてる人が外に出るときにそうね、うん、そこまで徹底してくれたら俺すごいよ、うん、あいつは本当にチームのためにやってんなって思うよ。確かにね、うん、スクリーナーとして働いてくれるかだよね。そうそうそうユーザーじゃないのよ彼は。ユーザーとしてボールをもらいに行っちゃダメなのよ。スクリーナーなのよ。一回死んでそこからロールするとかそこからポップした後に出てきた人にドライブするとかそういう使われ方じゃん彼は。だからその背格好もはや関係ないって俺はすごい思っててその特性じゃん。うんうんそうだからそうねまあ、で特にペイトンはガードにしては結構でかいわけだから、うん、そういうところでねスクリーナーとしてだって IQ とかはそんなことできないじゃないですか。できないできない全然もう IQ それやったら狙われちゃうもんだってうん、うん、でペイトンのそのそうですね、もうほぼこう3番みたいな感じでプレーさせたら逆にねトランジッションオフェンスの時に彼、うん、一番輝くじゃないですか。そうだねそうだねだからそういうところで、うん、なんか秘密兵器っぽく、うん、トランジッションの時だけじゃあエルフ行けって速攻を始めるとかねそれだったらなんかこういつも同じペースじゃなくなる、うんだしさその相手のガードも一応ペイトンにガードがつくからさそのやっぱりドロップしてる時にやっぱってなるよね。やっぱ彼がいきなりスクリーナーになったら、うん、慣れてないからやっぱりそういう景色慣れてないからね、うんうん、そうそうそう確かに確かに、うん、だからすごい有効的だなって思うんだよね。うん、うん、そうですね、うん、いやー気づくかな気づくかなでもな、うん、まあ一つ、うん、こう嬉しかったのは、うん、まあ昨日の試合ねロケッツ戦とか RJ 調子悪かったけど、うん、とりあえず最初のポゼッションは RJ のプレーだったじゃないですか、うんねうんうん、ああいうなんかウォールに対してのすごいシンプルなポストアップとか見たり、うん、あとまあみっちゃんがプレーしてるときは必ず試合の始めは RJ とみっちゃんのピックアンドロールで始まるとか、うん、だからなんかシボドがペイトンプレーしながらもちゃんとその若手たちを立てようとしてるなっていうのはまあ伝わってくるからそこは安心かな。チームのメインはそのねキャリア関係なしにチームのメインは誰なんだっていうのはやっぱりクォーターの始まり試合の始まりクォーターの終わりとかのさその入り方とか、うん、誰にどこでボール渡すかとかでプライオリティがね分かってくるじゃないやっぱり監督の方針とかだから出だしやっぱり RJ をこう調子に乗せて RJ にいい試合させたいんだっていうのはティボドは多分気になってるからああいうことしてると思うんだよねやっぱり思いやりで、うん、あちょっと今フリーズしたけどごめん、うん、大丈夫かな今聞こえる、うん、でもはい聞こえます、うんそうだからその入り方で RJ にボール渡して RJ がね調子よく序盤から調子に乗れるような試合展開を作ってあげるっていうのはやっぱティボドーがそこまで RJ のことやっぱ期待してる証拠だよね。そうですね、うん、さっきのエルフのねスクリーナーとしての、うんやるのもいいなと思うんですけど、うん、RJ ももっとスクリーナーとして使ってほしいなって思います。そうだね。こう、うん、昨日みたいにロケッツってもう何でもスイッチするチームじゃないですか、昔から。だからミスマッチが多くなる。うん、だからスモールのピックアンドロールでもいいし、うんうんね、スモール小さい選手2人のピックアンドロールで、RJ がスクリーナーとしてやったらこうウォールにあったみたいに自分より小さい相手でポストアップができるし、うん、あとは、まあ、自分よりでかい選手やったら RJ は抜く、ね、能力もあるからそうだね、そういうところでもっと使ってほしいかなと思う。 RJ はなんかウィザーズ戦もそうだしこの2試合チームは勝ったけど RJ 自体はあんまり納得いってないと思うんだけど、やっぱフィニッシュ力ねちょっと気になるね。なんかドライブには行ってるし果敢に攻めてるけどねフィニッシュできないのとやっぱりファールももらえないじゃん今彼は。ちょっとそこだけ気になるな。ジャンル的に言うとやっぱり彼はスターになるんだとしたらやっぱりどっちかはねやっぱりもらって帰ってこないとね。そうですね、序盤良かったのにね。そう序盤はシーズンの序盤はちゃんとまさにその去年のできなかったスキルがちゃんとインプルーブしてるなっていう感じでフィニッシュ力も、ファールを誘う能力も上がってたのに、ね、なんかね、ヒート戦の最後のプレーのさ、レイアップあったじゃん、はいはい、バトラーがついてたやつ、あれで多分なんかちょっとこうがっくりきちゃったのかなっていうのはあるけど、プレー自体は悪くないし別に外したことは俺たち的には別にねそんなにとは思ってないけど、やっぱりちょっとショットを怖がってこうショットの軌道を変えたからいつもと違うとこのリングに跳ねちゃったのかなみたいなのもちょっと感じたけどね俺はなんか、そうですね、何を変えたらああいうなんだろうなゴール周りになると、RJ って NBA の選手にしてはすごいエクスプローシブなんていうの、な選手じゃないじゃない、じゃないじゃないですか。結構エンジンが途中で切れるような感じのフィニッシュの仕方、なんかなんだろうな、車で言ったらこうトップスピードというよりは1速2速で相手くっつけたまま引きずりながらゴールに行くみたいな、そういうね重いこうタンクみたいな感じだよね、重戦車みたいなね、そうでそれをうまく使う時もあるじゃないですか、その加速じゃなくて減速をうまく使って、こう2歩を大切に使って、こういうフローターみたいなのを決める、それでいいんじゃないかな。だって力もあるわけやし、ねえこう相手がガードやったりしたら、ちょっと肩入れたら下がるじゃないですか、RJ の肩やったら、だからそこでもう1、2、よいしょぐらいでもうそういうフィニッシュだけをにフォーカスするっていうのはどうかなと思うんですけど、そうね、あとはやっぱそのドライブ行くときにもう半歩とか多分相手に体寄せたりとかして本当にもうちょっとこうブルーザーとしてこう上で接触を好む感じになった方がいいのかなっていう気がするね。なんか逃げてはいないんだけどやっぱ気持ちがなんか嫌がってるような感じのフィニッシュなんだよね、なんかね。そうですね、今パッと思ったのはカーメロとは全然違うボディタイプですけど、その強くてあんまりジャンプ力が高くない選手ってジミーもそうですし、パンプフェイクをうまく使いますよね。そうだね。だから RJ ってそんなにフェイクとか入れない選手やから、そういうのも練習したらいいんじゃないかな。RJ のやっぱりその完成形はジミーになったら最高だと思うんだよね、俺は。最高ですね、うん、ミックスファンの理想のね、願いだよね、うん、そんなにそのシュートもパシャパシャじゃなくていいし、うん、そんなにその大量得点とかじゃなくてもいいけど、やっぱりそのバトラーみたいに4クォーターになったらね、もう要所要所ガツガツファールもらう、しっかりタフショット決める、バランス崩しながらも、こう得点につないでチームを勝利に導くっていうね、そういう泥臭い選手になってほしいっていうのが俺らの理想だよね、やっぱりね。そうですね、うん、もうディフェンスではかなり頑張ってますからね、そこは泥臭さはディフェンスではできてるわけやから、うん、あとはオフェンスでもっとコンタクトを、そうだね、自分からぶつかりに行ってファールを誘う、うん、それです ね課題は、うんうん、あ、ちょっと、今すごいセカンドチームが盛り上がってるけど、もうちょっとしたらね RJ もこうその波に乗ってくれたらいいなっていうのはあるね。そうですね、ファーストチームよりもなんかね、最近セカンドチームの方が、ファーストチームよりセカンドチームの方が強いからね、強いからねいきますか、じゃあセカンドチームの。セカンドチームでもいいけど、あ、その前にさ、うん、ミッチちょっとね、そうだ、うん、ちょっとね悲しかったね、なんかね、うん、しかも長いね、2ヶ月2ヶ月とかでしょ、8週間、まあそれで言うと3月の12とか10、11だっけ、オールスターブレイクだっけ、うん、だからオールスター明けかね、オールスター明け、もう2ヶ月やったら4月じゃないですか。あ、4月か、あ、今から2ヶ月だからか、うん、あ、結構長いなあ。では後半のあれって発表されてんだっけ、1回ブレイクして。まだスケジュール発表されてないとはないよねと思います、うん、だから第1節、まあ言い方よくわかんないけど J リーグ的に言うと第1節第2節に今回分かれるから、うん、第2節にやっぱりフルで戻ってこれるかどうかだね、うん、うん、あ、タイミングが今回の NBA シーズンはマジで不思議なシーズンになりそうじゃない？間にブレイクなんか今まで入れたことないじゃん。だってまあオールスターは入れたけどさ、マジブレイク入れるじゃん今回。だってマジブレイク入れて、誰もなんかみんなどうなるのみたいなすごく混乱してる、うん、あれですよね、うん、うん、だからその調子いいやつの調子が続かない可能性もあるし、調子悪かったやつがいきなり調子良くなる可能性もあるし、なんかこう短期集中シーズンをこう前半後半で続けるみたいなね。不思議ですね。オールスターもなんか微妙やし、オールスターはまあ早くもだけどメイン選手たちが全員やる気ないって発表しちゃってるね、オールスターに関しては、うん、そうですね、まあ、レブロンはシーズン前の休みも返上して繰り上げでね、1回目も休まないで来てモンスターみたいなプレーしてるから、もうオールスターゲームは家族とゆっくりしたかったんじゃないかな。もう明らかやる気ないって言っちゃったもんね。言っちゃってるからね、まあ無理もないですよね。だってもともとはだってやらない方向に進んでて、ね、多分選手たちも家族とのバケーションとか、うん、バケーションというか、うん、ね、ちょっとじゃあ時間過ごそうもみたいな予定も立ててたでしょうし、うん、ちょっとね、でまあ引き続き第2のヤングスターのヤニスも、もう全然やる気がない、家族と一緒に過ごしたいって言っちゃったしね、うん、唯一やる気出てるのはファーストタイムオールスターになれるチャンスがある選手たちだけみたいな。ランドルだよ、ランドルランドルとかね小林ハリス。小林ハリス。あと、本当は入ってほしいのはマイク・コンリーだよね、そろそろ。一番入ってほしい。ジャズこんだけ勝ってて今首位じゃん。だって21勝5敗とかじゃない？なんかとんでもない調子いいじゃん。コンリーだ、コンリー。運がね、オールスター運、あっこまで悪い人あんまいないんですよね。まあ西にずっといるっていうのが、ね。メンフィスにいたは相当あれはハンデだよね。めちゃめちゃハンデ。普通に東にいたら何回かは入ってました。ザザパチュリアとかに楽勝で負けちゃうんだから。ザザはしゃあない、あの時は。あの時はもうなんかジョージア、ジョージアが。日本もそれやってもいいんだけどね。まあ日本人は常識があるよね、やっぱね。そういうところが。まあまあね、だってジョージアなんてそんなね、人口でいうとこのグルジアね。日本語で言うとグルジア。グルジアって言うんですか。うん、なぜかグルジアらしいよ。I don't know why, but don't ask me why. Okay. そういうなんか国のちょっとした呼び方の違いってありますね。日本とアメリカの。あるある。なんか、なんやろうね。まあ、アルゼンチンとかもね、違いますね。アルゼンチン。だしさ、あれもそうじゃん。都市名とかも全然違うもんね。だって、呼び方。全然違うのとかありますよね。あるある。なんか何みたいな。だってフィレンツェとかもさ、みんな日本とかフィレンツェってさ、イタリア語だとフィレンツェとかだけど、英語圏だとフローレンスだもんね。おお、そうだよ。フローレンスのことをフィレンツェっていうの。そうだよ。だからハードみたいな話が全然通じないの。今フィレンツェってどこやろなって今一生懸命。だから日本はさ、その日本はイタリアっていうか EU ヨーロッパの呼び方とは、アメリカ系とかイギリス系の呼び方と日本は両方入ってくるから、情報がものによってどっちで呼ぶのみたいなのが全然違うんだよね。なんかアメリカが勝手に変えてることが多い、ね。アメリカはね、結構好き勝手に変えてる。好き勝手に。全然違う。好き勝手に変えてる、本当に。フローレンスは全然違いますね。うん。なんじゃそらっていう呼び方する、たまに。別。うん。そうなのよ。だからさ、マイク・コンリーに戻るけど、まあ、ちょっといい加減入れてあげたいね。さすがに。期待した時にさ、あんだけやっといてさ、オールスターゼロでしたの、なんか不遇の選手の代表とかにすんのかわいそうだよね、マジで。しかもあんないい人がね。めちゃくちゃいいやつじゃん。性格めちゃいいし、ディフェンスもいいし、しかもアジャストして今なんかもう1年苦しんだ後、ものすごい復活して帰ってきたじゃん、今。そう。カムバックプレイヤーオブザイヤーでもいいぐらいです。本当そうよ。だってジーコの時代とかから頑張ってんだから。あんなグリッド&グラインドグリズリーズによって、ね、テクニカル一つも取られないって、そうだよ。どんだけいい人なんていうぐらいのレベルじゃないですか。代わりにトニー・アレンが取られてたんじゃねえの、全部。いやもう全部トニー・アレン、ジーボー。ジーボー。あと、あいつもいたじゃん。マット・バーンズも一時期いたし。マット・バーンズも一時期いたし。怖かったって、チームマジで。ジェール・ブレイザーズパート2みたいな。そう、パート2だよ、あれはマジで。絶対夜道で会いたくないチームナンバーワン。ダークアリーチーム。そう。ジーボーね。そうだよ。だってジーボーだって選ばれてるし、ガソルも選ばれてるでしょ。それ選ばれてるね。あん中で一番痛い目あってんのコンリーを、そのオールスター的に言ったら。今年はぜひ選ばれてほしいね。どっかのポッドキャストで言ってたけど、カイル・ラウリー何回選ばれてんの？なんか6回とか7回ぐらい選ばれてるでしょ。マイク・コンリーがイーストにいたら多分そんぐらい選ばれてるで絶対。うん。でしかも彼ら2人ともグリズリーズにおったじゃないですか。そうそうだからどっちかで選ばなきゃいけなかったその分かれ道でさ選ばれた方が選ばれないっていうねオールスター。そうそうそうすげえかわいそうだよね本当。本当かわいそう。コンリーはなんかなんかねもう本当名誉枠かなんかで入れてあげたいわ本当なんかもう。東のいい人いなかったら東で選んじゃっていいんじゃないの？東で選んでもいいですよね。まあ今年ね東強いからな。いつもの東やったら全然もうコンリーそうそう絶対選んでいいよ。アナラボー。うん。っていうかさキャプテンがさ東と西関係なしにチーム選んでんだからさボートも別に東西でやる必要ないじゃんはっきり言って。うん。全然意味ないですね。変わったあのフォーマット変わってからね。そう。もうベスト24プレイヤーズでいいですよね。しかも、いまだにベスト30にしようよ。もう15人でいいじゃん。そう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 。ね、15人でもいいし、最低でも13人でしょうって。いや、なんで急に12にしたの？なんで12 いろんなこと変えてるくせに、そこは変えないのっていう。そこ頑固だよね。ちょっとね、頑固。だってチームのロスター15人なんだからさオールスターのロスター15でいいじゃん別になんか毎回誰かがさ痛い目にあってさ俺は選ばれる去年のさそれこそリラードがずっとコンリーもずっとリラードもずっとでさで、ビールもそうじゃんしばらくビールも ね、うん、ビール、うん、この前びっくりしたんですけど何回オールスター選ばれてると思いますちょっと今確認しよう。俺全然注目したことないけど、何回？そんな少ないんじゃん。イメージで。2。あ、そう。いや、当たり。でもね。あ、マジで？うん、普通に、まあ、4、5回でしょうって思ってたから、2 time all star って見て。なんとなく、PG とかと同じぐらいのランクで考えちゃうからね、なんかね。びっくりしたわ、もう。これは犯罪よ。ビールが2回なんて。オールがいっちゃってんだからだよ、絶対。それでもやね。あ、まあね。それでもやね。普通さ、俺らとかも同じような感じだったらさ、こう、成績悪いチームはさ、まあ、成績悪いからだよみたいな感じで、こう、ちょっと不利になるけど、さすがに今シーズンのビールはちょっと選ばないとかわいそうだなって気するね。そうですね。まあ、今シーズンは。選ばれるでしょう。だってうちらさやったじゃん、土曜日か金曜日か2試合前にウィザーズとビールいなかったじゃん、ね、はいはいはい、全然違うじゃんチームだって全然違うね、やっと自分たちよりも強くないチームにと試合してんだなって初めて実感したよね。だってうちらどことでも競るじゃんなんとなく。そうですね。何年ぶりかに相手チームがかわいそうになりました。もう4クォーターとかなんかもう心が折れてたもんね完全にねなんか。なんかルイ君が。そうだよ。あれかわいそうだわ、マジで。はいそうかわいそう。いやね。そこも再建するべきだと思いますけどね。あのままいったら飛ぶねやっぱり誰かの首が、まあ他のチーム言ってる余裕ないから、話戻るけどじゃあミッチは、4月今2月のねバレンタインハッピーバレンタインズハッピーバレンタインズハッピーバレンタインズみんなね、楽しい。Happy birthday, Rip Hamilton。おお、バレンタイン。バレンタイン。すげえ。あ、その前にさ、ごめん、話全然変えちゃうけどいい？はい。バレンタインで浮かれる前にさ、その前の夜かな？昨日の夜かな？うん。We had a humongous earthquake。すごい怖い地震来たのよ。11時8分とかめちゃくちゃ揺れたの。都内もめちゃくちゃ揺れたんだけど、だけど一番多分きつかったのはその仙台とか東北の方で6とかだったから、そのねこれ無事にみんなね、その東北の人たちにも、無事をね、まず祈りたいなと。2人からね、シャウトアウト、はい、頑張ってください。頑張ってください。何事もなく、皆さん無事であることを願います。Yes, hope everybody is safe and sound. ね。で、セーフで、バレンタインね、楽しく過ごしてくれたらいいなと思いますけど、ちょっとね、いつ来るか分かんないんで気をつけましょうね、マジで。なんか、多分余震とかね、続くから、なんとなく。日本は基本的にはすごく平和な国ですけど、やっぱそういう地震とかが怖いね、災害が。そうそうそう。うん、地震も怖いけど、やっぱその後の津波が一番怖いから、今回なかったのはすごい良かったなと思いますけど、うん、だけどまあいつ来るか分かんないんでね、気をつけましょうね、みんなでね。で、みんなで、はい、お互い助け合って、再建民、東北にもねいると思うんでね、頑張ってください。はい、はい、頑張ってください。話戻しますけど、ミッチはだからね、4月帰ってくるのかな。そうですね、大体、うん、早かったら6週間とかって言ってますけど、ちょっとね、固定見た？固定見ましたよ。熊みたいになって大変だって。結構シリアスやね、うん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 、あれはだからレントゲン取ったらその亀裂が入ってたんだっけ、うん、ひびIt was cracked, right? そうですね、うん、で、まあ多分手術するやろって言われてるけど、もう一回なんか診断を今週受けるって言ってましたよね、うんうん、なんか派手に折れてる方がその亀裂よりも早く治る時とかあるから、人間って不思議で、なんかちっちゃいひびとかの方が実は時間かかったりとかするからね、うん、そのなんか焦って帰ってこなくていいよね。そうですね、無理しないでほしいし、ニックスファンとしてはちょっと、うん、嫌な予感まではいかないけど、うん、こうビッグネームプレイヤーがこういう風に怪我した後って本当に、うん、扱い方を気をつけないと、ね、うん、結局はあの男かって。うん、あの怪我がなかったら、もしかしたら今もニックスにいたままやったかもしれない、うん、じゃないですか。だから、まあ、今回のみっちゃんの怪我は甘く見ないで、ちゃんと、うん、もうゆっくり治せよと、うん、で、まあ、トレーニングスタッフも今はしっかりとしてるから大丈夫やとは思いますけど、彼の再契約の時期も、うん、来るので、ちゃんと、うん、彼を優先してるよと、ちゃんと考えてるよっていうのを一生懸命コミュニケートしないといけないですね、うん、あの身長だとさ、やっぱり一番嫌なのがさ、その足の甲とかのね、うん、その亀裂骨折とか細かい怪我とかずっと続くからさ、エンビードも大変だったし KD も大変だったし、うん、だから手の方がまだなんとなくその いいわけじゃないけど、その足よりはなんとなくこう、うん、大丈夫かなっていう気はするけどね、うん、そうですね、うんうん、それは安心ですね。あれ足やったら痛いね、それはもう長引くのよ、2年とかかかるからね、やっぱり、うん、心配のレベルが違ったな。そう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 、うん、契約更新にさっきね陸斗くん言ったからついでに話すけど、やっぱ影響するかな今回の。いや、数字的には多分しないとは思うけど、うん、ニックスみたいなフランチャイズやからこそ、あんまり油断はしないでほしいですね、うんうん、そのローボールしたり、うん、彼が思ってる数字よりも全然低い数字でオファーしたりすると、うん、急にケチり始めたりとかする、ケチり始めたりすると、だってただでさえ彼もう5回ぐらいエージェント変えてるじゃないですか。そうなんだから交渉するとき誰なんだか分かんないもん。分かんないし、親戚のおじさんかもしれない、もしかして。ああ、トバイアス状態かもしれない。親父がやってるかもしれない。親父が急にとかね、河合レナードみたいに謎の親父が出てきたりするかもしれないから、謎のおじさんみたいな。そうっすよ。だからどんぐらいのレンジでいくかな。4年40、4年50とか。もうちょいじゃないですか。球団としては4年40とかで済ませたいよね、やっぱり。済ませたいけど、多分年間で15はいくような気がしますね。それぐらいじゃないとキープできないんじゃないかな。だって2年30、45、60、4年60ぐらいじゃないと、あいついくつもらった？ヒューストンに行ったデトロイトから今怪我してるクリスチャン・ウッドは40、年間で13ぐらいじゃなかったですか。3年42とかかな。ちょっと今チェックしてる基準その辺になりそうだけど、でもで言うたらクリスチャン・ウッドよりなんか上回るって結構難しいんじゃない、その能力的に。うん、3年41です。3年41、4年40通りそうじゃない、それで言ったら。まあ最初の話し合いはちょっとこうあるけどね、多分60欲しいとかさ、そう言ってくると思うけどさ。僕が考えてたのは、クリスチャン・ウッドもちょっと選手タイプ的には似てるんですけど、すごくロケッツ頑張ったと思うんですよ、その交渉は。もっともらえたと思うんですけど、ウッドなら。お願いだからあれでいかないでね、ジェレミー・グラントで。ジェラミー・グラントではいかないですね。頑張ってるけどね。そっち行かないでね。MIP ナンバーワン候補。頑張ってるけど、その契約の内容で言うとさ、どっちに基準合わせるかで話し合いが全然変わっちゃうからさ。僕が思ってたのは、5年90のクリント・カペラ。そうだ。年間で18でしょ。アトランタか。で、ウッドが年間で13、14あたり。その間のような。15で手打つ。そうだな、カペラは引き合いに出されるとムカつくな、なんか。そうなんですよ。でも球団はだから、ウッドの事例を書類で用意して、ミッチの代理人はカペラの書類を用意して、お互いテーブルでこっちでしょ、こっちでしょ、こっちでしょってやって、結果15、かな。そうだね。まあ、手の怪我はあんまり引き合いには出ないと思うけど、多分。出ないと思う。15以下だったら球団の勝ち。15以上だったら、代理人の勝ちだね、これは。そうですね。結構やっぱ彼もインプルーブしてるじゃないですか。そのこれから。で多分ね、代理人としてはゴベルも出してきますよ。ニックスは一生懸命こう今バスケはこうスモールボールの方に行ってるから、そのリムランナーはそんなに大切じゃないとかって言うと思うんですけど、代理人としてはいやいやいや、ゴベル5年205ミリオンやないかい。いや、あんだけのスタッツ、あのシーズンの長さ、あれ残してるからいいけど、みっちゃんまだ出だしだからね。まだ出だしだから。去年までほぼ試合最後まで入れなかったからね、ファウルアウトしてて。そういうことも多分言うと思いますよ。去年まではファウルアウトばっかりしてたけど、今回ファウルアウト1個もないやんけ。インプルーブしてますよ、うちのクライアント、みたいな。去年までお前ファウルアウトばっかしてたやないかいって、働いてんのまだちょっとだけだぞって球団は言わなきゃいけない。球団でも結局15になるんじゃないかな。15に12、16、14、16 15.5、15みたいな。15。うん。ああ、まあ、ね、なるほどね。うん。さあ、じゃあ、みっちゃんは、ちょっとね、ゆっくり休んでもらって、その間、ノエルがね、スターターになって、だから結局うまくいってるセカンドチームを多分ティボドーはいじりたくなかったんだろうね、ローテーションとかもね。うん。で、今セカンドチームバッチリうまくいってるね。そうですね。タージーも頑張ってるね。タージー頑張ってるし、うん、いい場所にいる。タージーはやっぱりいるし、なんかローズとのピックアンドロールが、うん、もうね、全然こうかっけーっていうプレーでもないし、うん、すごく地味なんだけど、うん、うまくいくのよね。練習のウォームアップみたいな。ウォームアップみたいな、うん、なんかフルスピードじゃないんじゃないかって。そうそうそう、めっちゃゆっくりやけど、なんかうまくいくのよ、うん、やっぱりあの二人は。タージーね、乗ってんなってすげー思ったのは、調子に乗ってスリー打ち始めたでしょ。打ってるね。うん、去年からなんかみたいな。去年もちょいちょい打ってたけど、全然入んないけどね。まあまあ、うん、1本でも入ったらラッキーだね、うん、あれね。そうですね、うんうん。セカンドチームは、ね、うん、あ、どうぞ。一番嬉しいのは、ね、一番、まあこれ宗太郎さんも絶対あれだと思うんですけど、うん、OB とローズのコネクション全然ちゃう。全然ちゃうな。全然ちゃう、うん、あのピックアンドロールからのノールックパスとかもう震えたよね。震えた。これやんって、うんうん、一回も見たことない。俺他のポイントガードで一回も。マーベリー以来じゃないですか、ニックスのポイントガードで。OBがもういつも俺言ってたじゃん、ファーストブレイクでも何でも先頭走って誰もボール上げないって。やっと上げる人出てきたね、ローズ。あの目裏取ってさ、これもすごい良かったしさ、ノールックのさ OB のダンクとかもすげえ良かったしさ、最高だよね、あれ。あ、ポストプレーも最近やらせてもらってるしね。うん、うん、あのマイアミ戦で、うん、ダンカン・ロビンソン相手で、うん、めっちゃダンカンに押されてたのはちょっとなんか悲しくなったけど、 あともう一個悲しかったのはデニー、うん、ワシントン戦でデニーをスタートして、新人同士だから行けって思ったんだけど、ビクともしなかったね、あれね。あ、一回、うん、直球フックショットで決めてましたね。バックボードにパン、バックボード割れるんちゃうか思うぐらいの勢いで。あれ土正面じゃなかったらできないから、あれ。あれポップショット、パープシャーのね、うん、勢いでしたよね、バックボードの当たり方。久しぶり。ユーイングのフリースローちゃうねんから、真正面からバックショット。あれはだから何あれよ、ブザービーターで無理やり投げたやつがまぐれで入る時の入り方だよ。そうそうそう。ドサっていう交換音がバンバンみたいな。オービーあれさ、足長すぎんのか腰の位置が高すぎて誰も押し込めないね、あれ。押し込めないね。あ、昨日はロケッツ戦はなんか何回かスターリング・ブラウントをポストで押し込んで、うん、なんとか決めてましたけど、でもあまりにも苦しいからさ、この前向きが押せないから必ずベースライン際に逃げながらこうターンするじゃん、うん、であれでフック打つときにさ、やっぱ腕長って思うんだけど、やっぱ相手の腕より1個こんぐらい出てるから、うん、あのフックショット止めらんないんじゃない？ちゃんと精度上げれば。あれは使える、ね、あれ使える。あれね、アマレと似てるって言いますけど、うんうん、アマレより上手やと思いますよ、うん、ジャンプフックは、うんうんね、だからどんどんそういうのは、うん、もうあとは体重やね、足腰を鍛えること、うんうん、でもあれはちょっとこう体の作り的にできないことがあるね、きっと。確かにね、ああ手足の位置はそうそう、手足長すぎて腰の位置が異常高いもんだってあれ。うん、うん、そうですね、うん、でもなんか彼にもっとボールが渡ってることで、うんうん、相手チームも OB のことをもっと警戒するようになって、そうそう OB ってのいいところって一生懸命走るっていうところであって、もうずっと2人言うてますやん、うんうん、で一回昨日の試合とかもトランジッションで OB がリムランナーとしてブワーって走ったんですよ、うん、でそれが、それを警戒したディフェンダーがこう寄るじゃないですか、うん、中に、うん、で IQ がまあこう、ね、OB が走ってるのを見ながらパッて D ローズに出して彼がウイング3決めたの、うん、いいよね、うん、あれは、うん、まあ、誰もクライドとかアナウンサーも OB のこと言ってなかったんですけど、うん、Oh, Rose for three, wow, he's on fire みたいな、そういう感じやったけど、あれはもう OB が作ったプレーですよね、完全に。いいと思う。だし、うん、あれもっと速く走って誰もくれなかったら、そのまま上に上がってきて誰かに対してバックスクリーンかけられるから、そのまま走った勢いで反対側に行ったら、うんうん、バックスにめちゃくちゃ引っかかるから、誰かがカッティングしたらもうごっつぁんですってなるから、めちゃくちゃいいと思うよあれ。いいっすね、うんうん、オフボールがうまいよね OB は。なんかちゃんと分かってる、うん、そうそう、見てる全体的に、うんうん、でセンスはそうで、それをやっとローズがね見つけてくれるお兄さんが来たから、やっぱり全然、うん、あれは全然違うね。タッチの種類が変わった OB の。全然違うね、うん、ローズ来るまではほぼキャッチ&シュート3だけでしたもんね、あんなん全然ね、ベースラインの OB をちゃんとこうレコナイズしてくれる人が一人もいなかったじゃん、うん、あれをちゃんと分かってくれるっていうのは OB は嬉しいと思うよ、うん、そう。お兄さんいいね。お兄さんやっぱさ、到着してすぐさ、その OB とさクイックリーとすぐ食事でさ、うん、お兄さんがもうすぐ2人にさ話しかけに行って、うん、ね、いい関係を即作ったじゃん、食事で。そうですね、うん、うん、ですぐこうその俺が来たからってお前らの場所を取るために来たんじゃないって、みんなで一緒に一生懸命プレーして一緒にこう強くなることを目指してるし、気づかないことがあったら何でも言うし、いつでも俺に、ね、連絡してこいって言って、もうすぐ電話番号、ね、D ローズが教えたっていうねニュースすぐ出てたじゃん。だから、うん、やっぱ成長したよね。成長したね、うん、ほんまだって 4,5 年前にニックスにいた時とも全然違いますね。まあね、あれは MVP D ローズがニューヨークに来たみたいな感じだったけどさ、やっぱ一周回って今はこうね、こう成熟した大人として、うんうん、こうみんなと共存するために来た感じだよね D ローズ。いや素晴らしい、こういうベテランを望んでたのよ。そうね、我々はそう待ってました。 IQ との関係も素晴らしいじゃん。だって2人ともさ、大学のコーチ一緒、 NBA に入って、ね、1番目のコーチティブスで一緒っていう同じ環境なんだよね。大学こそ違うけど、カリパリがメンフィスにいた時 D ローズでブワーって盛り上がって、でその後ケンタッキーに行って、ケンタッキーのコーチでクイックリーは2シーズンやってるからね、カリパリと一緒に。で、D ローズは NBA 入ったらティブスが、監督、で IQ も NBA 入ったらティブスが監督っていうことで、2人ともすごい境遇がね似てるから、もうすぐ仲良くなったっていうね。言ってるからね、うん、クイックリーが。確かにね、うん、そういうなんか共通点はでかいよね。でかいでかい、やっぱり、うん、カリパリのさ、その選手に求めることとかってさ、こう技術とかっていうよりカリパリってこうハートを求めるじゃん、なんか、うんうんうん、でティブスもさ、こうもちろん技術も求めるけどやっぱりハートを求めるじゃん、監督としても、ね、うんうん、だから今のニックスのその一番お兄さんと一番若手の有望株がこうバックボーンがしっかり心が通じ合ってるっていうのがセカンドチームのいいバスケットにめちゃくちゃつながってるよね。つながってる、うん、どうでもいいですけど最初からティブズやったっけ、ローズ。ヴィニ・デルネルグロもうクビになってたっけ、あの時は。入れ替わりじゃない、多分入れ替わりか、うん、2009年のブルーズセルティックスのシリーズはすごかったな、あの時は、うん、坊主バージョンの D ローズね。坊主バージョンの、うん、結構ねツイッターでもうローズ髪の毛切っちゃえって言ってる人多いけど、いやもういいのよ、ベテランローズやから。お兄さんあれを。そう、坊主ローズを期待してるわけじゃないから。そうそう。うん、キレキレのなんか何十得点とかのローズじゃないんだよね、今のローズは。うん、本当に全員を生かしきってで要所要所自分も行くっていうさ、余裕あるよね。フィニッシュとかも今日のリバースレイアップとかもそうだけどさ。ああいう時になんかちょっとせや MVP や元 MVP やっていうなんか場面が時々出てくるところがまたいいよね。もうヘルプのその次のヘルプまで見えて、もう I've been there done that っていうプレーだよね。もう知ってるよ、その空間はっていうね、うん、うん、もう染みついてるんですよね、そのバスケの。いや本当にさ、みんなの空気がいいじゃん、セカンドチームの。いいね。だってさ、あんなみんなが笑顔なセカンドチーム見たことなくない？今日とかのさ、バークスがさ、うん、なんかノールックパスしてタージがなんかもうこんなんなって喜んで帰ってきたりとかさ可愛かった。めちゃくちゃさチームワークいいじゃん、みんな。いいですね。ファーストユニットが逆になんかちょっと暗く見えるぐらい。そう、暗いのよちょっと、うん、バックスもなんかセカンドユニットとプレーしてるとき全然表情違うしそうですね。そうだ、俺思うにセカンドユニットってさ、相手もセカンドユニットじゃん。まあ被る時間帯はあるけどね、うん、でも基本的には相手もセカンドユニットだから、ローズとかってやっぱり今じゃあ全盛期のスピードとか全盛期の膝の強さとか跳躍力とかがって言ったらやっぱ違うから、やっぱりその相手のセカンドユニット相手にああいうね、こう格上のプレーをして、要はその5対5のユニットでどっちの5対5が優勢なのかっていうポイントを作るのがバスケのさ、やっぱその勝つポイントじゃない、うん、だから本来なら1軍がめっちゃ強くて1軍がリードして2軍がキープして1軍がリードしてっていいけど、今のうちらはさ、1軍がキープして2軍で相手の2軍よりうちの2軍の方が全然レベルがいいから、うちの2軍が相手の2軍をめっちゃやっつけて点数つけて、で3ピリでその作った貯金を1軍がなくして4ピリでまたつけるっていうね、そういう、うん、だからどこで点差つけてもいいけど、どっかでは圧倒的に相手をこう制圧する時間帯を作んなきゃいけないから、それが今2軍っていうかセカンドチームねっていうのは別に作戦としてはありかなって思うね。ファーストチームがトントンでいってくれれば。そうですね、うんうん、ファーストユニットで、うん、まあニックスができればね、できればメインの選手にしたいのは RJ じゃないですか、うんうんだからそこをどういうふうに今もう完全に RJ をマクシマイズすることはできてないから、うん、なんとかこう、まあ、セカンドユニットはのこうポジティブなムードは変えたくないけど宗太郎さんやったらどういうふうにラインナップを変えてセカンドユニットの調子のいい雰囲気を変えずに、うん、RJ とか、まあ、ランドルの良さを、うんファーストユニットでもっと引き出すか、うん、もしコーチやったらどういうふうに変えます？一番いいのはペイトンとをトレードして誰かそのさばきのうまいガードを取るよね、うん、ローズを一軍スタートにするっていう考え方もあるけどじゃあローズが今、30分20何分今24分とかだと思うけど30分とか今バリバリの、リラードとかウェストブルックとか、まあ、ウェストブルックバリバリかどうか分かんないけど例えばディアロン・フォックスとかみたいなああいうねめちゃ速くてめちゃ今全盛期の連中とをドミネートできるかって言ったらそれもちょっと難しいと思う今のデリック・ローズがね、うん、だからデリック・ローズを単純に一軍にするよりはファーストメンバーにするよりはデリック・ローズはセカンドユニットだったら多分どこの30チーム全部のセカンドユニットをかもれるような気がするのね IQ とデリック・ローズと、うん、だからやっぱりファーストユニットを機能させるためにはそのさばきのうまいポイントガードを俺だったらまあベテランなのか若手なのか中堅なのか分かんないけどやっぱりそんなにそんなにスターじゃなくてもいいんだけどそのランドルとかジョージ・ヒルっぽいそうセットアップしてくれて、うん、パスの上手い人に変えるジョージ・ヒルっぽくでその捨てられた時だけスリーしっかり打つよみたいなスタンスでいいと思う。うん要はリクト君が言ったようにスペーシングが必要じゃない RJ は特に、うんうん、だからそのドライブファーストな人よりとかピックアンドロール何十回とかっていう人よりも多分セットアップがうまくて3が確実にできる人がいいかなっていう気がする。そうですね、うん、なんかドラフト権とかをギブアップせずに、うん、ねバイヤーになるのはちょっと危ないと思うからなんか方法ないかなって、うん、だから今出てる噂が出てる人とか誰もその答えにならないんだよね正直言ってそのザック・ラビーンとってもあんまり答えにならないRJ とザック・ラビーン同じフロアに出す意味がどこにあるのかなっていうのはある。だったら RJ の代わりにザック・ラビーンにするんだったらなんとなくまだわかる。でもオラディポも同じですよね。そうオラディポも一緒でしょ、うん、だからかぶってんのよキャラが。だから点取る人っていうよりは点取り屋を生かす人が欲しいからだから多分ボールが欲しいっていう人が多いんだと思うんだよね。ロンゾボールが欲しいっていう人が、うん、でもロンゾボールのシュートってねちょっと厳しいよねやっぱシーズンであれも、うん、2週間半ぐらいしか入らないでしょ多分、うん、あと彼もフィニッシュ力がちょっとあれやから、うんね、結局はシュートが確実に外から決めれる人か、うん、ものすごいカッターとして優れてる人がいないと。RJ が特殊な物件だからまだその彼を中心に考えるとどうしてもすごいスペーシングが必要になるから、うん、面取るセンターもダメだしセンターもやっぱり外打てるセンターとかにしなきゃいけないしなかなか難しいんだよね。そうなるとやっぱりジョージ・ヒルとかみたいな方がペイトンよりも安定感あるし IQ も高いしパスもうまいから、まあ、そういう人の方が俺はいいかなだしそのトレードするにしてもロースターの半分上げなきゃいけないとかそういうことしなくていいじゃん。もう普通にそこフランキープレイしろよって思うよね。フランキーはちょっと俺たち本当にフランキーのことをほったらかしにポッドキャストとかでも しちゃダメだね。これもしかして本当に今からフランキーとさよならすることをみんなにもちゃんとこう心構えとして持っといてもらわなきゃいけないぐらい今だいぶ厳しい状況になってきたね。フランキーはね。フランキーもノックスもなんかな。ノックスはなんかみっちゃんが怪我したら急にまた出れるようになったけどね。でもそんなもらってなかったじゃないですか。今日もね、まあ、ロケッツ戦も残った時間だよね。でも今日アリーウープは良かったね、ノックス。あれはプレーオフ・ザ・ゲームでしたね。ノックスの、まあ一番、アリーウープが一番かっこよく見えるのは、パスがちょっと、その完璧なパスじゃなくて、ちょっとオフな、ちょっと外れた時やから。あれ、オフみたいな。腕長くて飛べるからいいけど、あんなん取れないよね、あれね。取れない、取れない。やばかったじゃん。あれ、空中でちょっとなんか一瞬フリーズしましたよね。ちょっと止まったよあれもう。こんぐらいで止まった。トータローさんのズーム状態、ちょっとフリーズして、ほんでパーンってバーンいったもん。上から来るような。Stop it, don't do it to. やばいよ。Do it to. 滞空時間がやばかったね、OB。やばかった。ハングタイム、ちょっと空中でお茶飲んでからするからね。本当に。あれはもう。知ってた、でもあれ、ボール、その前に渡したのは、シオだって。Hey man, Theo Pinson, baby. 俺らの最高のチアリーダーが。すごいバウンドパスでノックスに渡してたっていうね。いつの間にかクイックリーいなくなってティオ・ペンセンになってたっていうね。ティオ・ペンセン、love that。でもティオ・ペンセン使ってもフランキー使わないっていうことはもう決まりだよね、あれね。今あれですよね、でもコロナの今なんかコロナの接触予防規則に引っかかっちゃったね。誰か家族なのか親戚なのか誰か知人なのかが多分なっちゃってんじゃないかな。はあ、そこがね、フランキーが、何なんだろうね。結局これでトレードになったらさ、最終的に理由が分かんないままトレードじゃない。だって何がダメで干されたのかが分かんない。だってディフェンスがダメだったとかって言えないじゃん。だってそう、そのね、嫌味なのか分からないですけど、常にプレイングタイムの質問されると、シボドってそのフランキーとか関係なく、こうジェネラルなね、プレイングタイム、誰々はなんでプレイングタイムもらってないんですか的な質問されると、必ず言うのが、まずは練習で、その自分の価値を見せないといけないと。で、まあ、チャンスがあったら試合にも出してもらえる。で、まあ、そこでまた、活躍しないといけないみたいな、そういうなんか、練習でちゃんと活躍しないやつはチャンスももらえないみたいなことを必ず言うじゃないですか。そう、まずは普段の練習で結果出せって絶対言う。結果出せと。って聞くと、フランキーは練習で全く結果出してないのかなって思っちゃうのは、多分、ニックスファン全員が思ってることやと思うんですけど、そんなに出してないのかな。キャラに合わないんだよね、フランキーの。めちゃめちゃ一生懸命。練習めちゃ一生懸命やるし、試合もめちゃ一生懸命やるし、なんか頭が弱いとか、プレー覚えらんないとか、そういうんじゃないからさ、彼って。合わないのよ。本当は合ってるはずなのよ、ティボードの考え方と。一番可愛がるはずなのに、なんで干してんのかが全然わかんないのよ。だけど俺が一番今気になってんのはその CM 事情にめちゃ精通してる超ベテランのさ番記者の人たち、それこそバーグマンとかイアン・ベグリーとかみたいにもう絶対ニックスのことに関してだったら間違ったこと言わない人たちがさ言ってるのがすごい気になるんだけど、ティボドーはバカじゃないからね、練習を見て決めるって言ってるし、ティボドーが練習を見ても気づかない監督じゃないから、それで分かるでしょってみんな言い始めちゃったね。っていうことはさ、うん、結局フランキーが練習で良くないっていうことなんだろうけど、うん、なんだろうけどね、でも性質と合わないのよフランキーの練習を。今見れない我々にとっては、うん、納得できないあれですよね。うん、しかもね結構オフィシャルのツイッターとかオフィシャルのインスタグラムとかにフランキー練習してる写真上がってんのよ実は、うん、他の若手と一緒にね。フランキーだけが練習してるわけじゃない、それは OB も居残りシューティングしてるし IQ とかももうすごい居残り練習とかしてるしみんなやってるし、ランドルもね1時間半前に来てあんなね、うちらのメイン選手なのに試合前に1時間半前とかに個人トレーニングしたりとかみんなしてる。だからみんな今多分ニックスって30チーム中もしかしたら一番練習してるチームかもしれない。なんかMSG 地元にいるときはとにかく試合時間あってもなくてもみんな試合終わりにすごいシューティングしたりトレーニングしたりしてるからね。だから本当真面目でいいチームが出来上がってるなと思うんだけど、だからフランキーのそのキャラと合わないのよその評価が。わかんないよね。なんだろうね。なんかもうそこにヒントは全部あるのは分かってるのよ。ティボドーも試合で結果出してたら俺は使う、試合でまず結果を出さないと使わないって言ってるし、番記者たちもティボドーの目は節穴じゃないから試合で練習で結果出してればとか練習を見て使えると思ったらフランキーのことをわざわざ使わないってことはありえないってみんな記者が言ってるから。でもってことは練習でこいつは使えないって思われたってことじゃん結局は、うん、そうですよね。その理由が分かんねえんだよな。分かんねえんだな。あんなにディフェンスうまくてシュートもあって間違ったプレーしないじゃん。しないよね。だって彼のさ悪いところっていうか弱いところって何って積極的でガツガツしてないところが弱点だって言われてるじゃん。うん。それ以外ないんだよだって。いやね、フランキーのことを思うとすごい落ち込みますよね。それだけは。俺もすごい。もやもやしてんのここ2週間ぐらい。そのどんどん悪いニュースが入ってきて、でなんか怪我治ったらきっとチャンスあるだろうなあるだろうなってやっと分かってもらえるだろうなって思いながらも、で今度はまたなんかコロナで関連の規則で出れないみたいになっちゃってるでしょ。でどんどんその間にさトレードの要因になってますってもう出ちゃってるじゃんもう完全に。すごい納得いかないんだよねこのままどっかのトレードになったら。なんか DSJ みたいに何試合も見てダメじゃんこれってもう俺らも見てわかる、監督も見てわかる、全員世の中が見てわかる、ダメだねこれちょっとないねっていうさ、そのあればいいよそれが5試合続いたとかさ、うんないじゃんだって出た。それと違うからね。そうそう出た時活躍しちゃってんだもんだって活躍してたね。だいぶもう大昔のように思うけどね。そうそうそっからほとんどプレーしてないのがそうなのよ納得いかないな。そうなのよ。だからなんかあると思うね、うん、その FA だからっていう理由ぐらいしか思いつかない俺には。多分再契約したくないと、したくないから契約、うん、球団がね、だから使っても意味ないよってティブスに言っちゃってんのかもしれないし、うん、でも前陸斗君が言ってたけど、本当にそう再契約しないんだったらただで歩かせるよりトレードした方が絶対いいじゃん、球団としては。ってことは普通だったらよ、 DSJ とかランドルをしたみたいにさ、その展示会の商品として出すべきじゃん普通は。で10試合とかバーって活躍させてさ、株がめっちゃ上がった時に売るべきじゃん。だってそれだったら本当だ。そうだからなんかフランキーだけ方向性がよくわからない、展示会もしないし、うんうん、それがモヤモヤの元ですよね。そう、それがモヤモヤの元よ。陳列すらしない、アピールもしない、ただ干してる。で何トレード要員に上がってるとかさ、うん、ニュースだけどんどん入ってきて、本人はなんかなぜかコロナ関連の規則で引っかかってるし、まあいい方向に変わることを願いましょう。もうだからその債権民のみんなもね心配してると思うけど、今の内情はねこういうことですよね。僕らもちょっと腑に落ちてない、正直ね。これだけはね、うん、これだけはちょっと難しい、うん、さあ、あれ行く？そうですね、あ、うん、行く前にあれ行く？G リーグ行く？ G リーグ、あ、じゃあ G リーグ行きましょうか。G リーグ行きましょうか。ウェストチェスター・ニックス。ウェストチェスター・ニックス。うん。どうですか？今日負けちゃったけど、なんか俺ね、フルでまだ 見方がよく分かってないんだけど、あれは地元のブロードキャストでそっちは流れてんの？うん。あ、地元、ストリーミングしてますけど。うん。あ、日本だと見れないのかな。イエスで見てんの？何で見てんの？いやいや、普通の MSG プラスとか、うん、あともう普通にウェブサイトに行ったら見れます。うん、俺らだから、俺はだから今、ちょっといまいちよくわかんなくて、オフィシャルのなんかコンデンストのやつを見てる。あ、はいはいはい。ちょっとだけこうまとめてるやつだけど、ほぼなんか雑なんでね、まとめ方が全部得点シーンばっかりのやつ、ね、まあまあ G リーグのあれですからね。そう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 。でもとりあえずその活躍してほしい選手たちは活躍してるから、うん、してるね、ちょっと、うん、イギーとかジャレード・ハーパーとか。まず初戦、イギーとハーパーはもう格の違い見せたね。うんうん、ハーパーも大学の時すごいいいリーダーやなと思った選手やったから、うん、やっぱ G リーグに行くと、うん、まあなかなかね NBA やとこうサイズの違いとか、うん、あと、まあ、プレイングタイムもそんなもらってないからあれですけど、 G リーグに行くとやっぱこれよこれ、うん、このリーダーシップよっていう感じのねプレーを見せてくれてますけど、あとは、今日はパウエル良かったじゃん。うんうん、うん、MP ね。パウエルもね、もうちょっとしたら、うん、彼みたいなシックスマンがね、うん、こうニックスにも必要やと思うから、まあ、今はね IQ がそういう感じの役やってるけど、うんね、いずれはこうユタにとってのジョーダン・クラークソンみたいな、うん、もうマイクロウェーブ系の電子レンジ系の、うん、パウエルは期待してますよ。どんぐらいだからその実際の NBA のスピードであれと同じぐらいの攻撃力があるかっていうのを見てみたいけどね。そうですね、うんうん、やっぱ G リーグその してるとは思うんだけど、やっぱそのディフェンスの圧はちょっと違うからねやっぱりね。うん、うん、違いますね。うんうん、こうなんかわちゃわちゃしてる感じに見えるね、試合がね、すごい、うんうん、メンバーもそんなね練習バンバンできるような感じじゃないから、うん、そうね。でもなんか見てておおなんかいいじゃんと思ったのはシトゥシトゥね、うん、シトゥとあとヤングじゃないな、ホールめっちゃシュート入ったね。タイラー・ホール。シュートめっちゃ入ったね、なんかね。うん。うん、そうですね。あとは、ジェームズ・ヤングもなんかいいプレーしてたかな。ジェームズ・ヤングめっちゃ懐かしい選手やし。ねあうん、あれでしょ、セルティックスのジェームズ・ヤングでしょ。そう思うよ。彼ももう完全に消えたもんね。急に消えて戻ってきたから、うん、戻ってきた。でもなんか要所要所いいプレーしただけ。なんか今日さ、ウォリアーズだったじゃん、うん、ね、はい、リン大活躍したね。おお、しました。ウォリアーズの試合は G リーグイグナイトとの試合は全部見たんですけど、初戦ね。初戦だからウェスチェスター・ニックスと、ウォリアーズだったんだよ。おお、まだ見てないっすけどどうでした？いや、リンが3もう9分の7とかなんか9分の 7 すげえな。でもなんかやっぱ、うんうん、ほぼガラ空き3。ああ、そっかそっか、うん、なるほどね。あとなんかこう、まあ、もう調子に乗ってて、もう今日は乗ってるなって分かってるのに、なぜかスクリーンアンダーしてたりとかしてるのよ、ニックスが、うん、結構ベーシックな。そうそうそう、ベーシックになんでみたいな、ここもう乗ってるじゃんみたいな、もう乗ってんの分かってんだからチェイスしろよって思うんだけど、まあその辺はちょっとね状況が、うん、俺もなんかそのなんていうの、ハイライトのハイライトというよりは全得点シーンみたいなハイライトしか見てないからあれだけど、うん、うん、なるほどね、うん、リンもね、なんかもう一回ぐらい NBA でチャンスもらえたらいいですけどね。やっぱ G リーグのコンペティションでやると全然格が違うんだなっていうのが分かりますよね、彼の場合、うん。ただ G リーグ、その NBA のスカウトは別に G リーグで30点取れるかっていうのを見てるわけじゃなくて、うん、うちのチームにフィットできるかなみたいな、そうだね、そういうのを見てるから、うん、リンがバンバン活躍するからといって、うん、NBA でのチームで、うん、にピックアップしてもらえるとも限らないからね。ジャレット・ジャックとかもすごかったっすよ。いやいや、痛い。やばい。普通にクリッパーズとか、ね、レジー・ジャクソンよりジャレット・ジャックの方がいいんじゃないって思うぐらい。なんかアミア・ジョンソンとかもいたもんね。アミア・ジョンソンもおったし、うん、あと他におったな。誰がおったっけ、何人か。だからイグナイトなんか特にさ、新旧メンバーでわざとやってるよね、あれはね。うん。育成目的。お、ボビー・ブラウンとかおった。あ、そうか、ボビー・ブラウンいた。ボビー・ブラウンもおったし。いや、懐かしいメンツ見るとなんかいいっすよね。活躍してるといいけど、なんかそのついていけてない具合とか見るとちょっと悲しくなっちゃうから、なんか。ね、うん、あんまり、ね、足がついていかない状態とかみたいな、あんまり見たくないなっていうのはあるけどね。うん、確かに。リンとか多分俺ね、そのオフェンスにとって邪魔なことは絶対しないし、 IQ 高いから全然いいと思うんだけど、多分その、うん、オンボールでもうディフェンスができないんじゃないかなっていうのはちょっとあるね、なんか。うん、そうですね、ディフェンスがキーですね。ディフェンスと、あとその9分の7の3は大きいと思います、うん、いくらそのアンダーしてたとはいえ、うん、オープンガラ空きのシュートをちゃんと決めれるか決めれないかで、それはね、プレッシャーシチュエーションでしっかりこう決めれる決定力があるかはすごいプラス要因になると。うんうん、ちょっとまあニックス目線でね、うん、一つ言いますと、うん、デイシェン・ニックス。デイシェン・ニックス。うん、まあ名前もニックスやし。うん、選手プレイヤーとしてのタイプ、うんうん、イグナイトでプレーしてるんですけど、うん、彼はいいよ。彼はニックス取ってほしい。若手、うん、うん、どういう人？大学わざと行かなかった人？それとも大学行った人？そうあだからジョナサン・カミンガーとか、うん、ジェイレン・グリーンと同じ。でまあ、もちろんカミンガはものすごい活躍してて、うん、これも全部初戦の話ですけど、うん、カミンガがまあ一番活躍してたけど、うん、俺もねイグナイトのハイライト初戦は見たよ、うんうん、気になっていうか俺たちが本当にドラフトしそうなやつらがいるじゃん。だってそうそうそう、うん、ニックスはいいよ、うん、ニックスはIQ の横でプレーできそうやなと。ちょっとシュート力をもうちょっと見たいかな。でも、うんうん、でもそのオフェンス的にはああいうビッグガード、うんほんで周りがちゃんと見れるペースがねもうベテランみたいなペースなんですよ、ほんででかいしアフロもでかいし、うんうんぜひニックスにはあそうちゃんと見てほしいなと思いました。いいね、うん、でも多分それで言ったらそれの、ランク高い版がケイド・カニングハムでしょ。サイズがあってそうですね、うん、ガードで何でもできてっていうね。もちろんナンバーワンピックとかもらえたらねもう、うん、そういうの間違いないね、うんうん、でもオクラホマが死ぬ気で取りに行くだろうねオクラホマでも勝ってるからね結構。そうなんだよ。意外とシェイの株がどんどん上がってるよシェイとドート、うん、やばい。ドートのディフェンスやばくない？レブロンとかに対するディフェンスもやし、うん、オーバータイムで完全にレイカーズ戦で完全に 5-2 外になってた、うん、俺一番今好きかもドートね。あなんか今ほらなんだろうなそのねステッフとかさ何トレイヤング系の選手がどうしても注目を浴びるじゃない、うんうん、だやっぱドート系の選手を注目を浴びてほしいねなんとなく。うん、うん、ディフェンなんやろこうディフェンダーでも、うん、素人が見ても楽しいディフェンスしてくれるからね彼はうん、あそこまでなんかエネルギーがある選手は久しぶりですよね。ちょっとあれじゃないもうちょっとしたらジミーと同じぐらいになっちゃうんじゃない。ジミーと同じぐらいとはその能力とかやれることとか役割が地味ばかりだと、うん、そこまでいったらすごいな。同じぐらいのアサイメントになるんじゃねもう 1,2、うん、年したら。Wow That's a big task ですね。ビッグタスクで、だってジェームズ・ハーデン守るまで知らなかった人多いからね。だってね多いですからね、うん、いや彼はいいわ。なんかもうドリブルハンドオフからのドライブが本当にこうボーリングのボールみたいな勢い全然でまあ今年は意外とシュートも入ってるし、うんうん、いや俺ディフェンスは分かってたんだけどオフェンスであんなに役割もらうとは思ってなかったそこまで正直。そうですよね、うんうん、だすげえ成長の仕方してるよマジで。すごいすごい、うんまあ、ゲーム7で30得点決めるようなガッツがある選手やからね、まあねオールディフェンスチームは絶対入るだろうね今年。ああ、もう余裕でしょうね。余裕でしょう。アムとドーと、うん、あの辺はね絶対いいよね、うん、これからね。いいね。うん、彼今コスパで言ったら NBA でトップ10かもしれないですね。あ、うん、トップコスパ入るね。うん、クイックリーもトップコスパ入ってると思うけどね。トップコスパ入ってますね。うんうんうん、最高だよね。最高。うん。はい。なんだっけ？次なんかあれだよね。行きたい話題あったんだよね。行きたい話題というかちょっと、うん、はっと思い出して、うん僕一応ね日記つけてるんですよ毎日。何それ真面目じゃん。いや真面目っていうか、うん、なんか人に勧められてこう面白いよ。どういう意味で勧められるの？やっといた方がいいよみたいな。3年日記とか5年日記とかねあるね書くと1年前にこういうことやっててなんか自分がどういうふうに成長してるかっていうのも少し測れるから、うん、あの時どういう気持ちあったかなとかうん、分かるからいいよっていうので勧められてで1年前になんと宗太郎さんとニューヨークでタイフード食べたのがちょうど、いつやったっけ2月10日ぐらいやったかな。ああマジで。そうちょうど1年前やったんですよ。うん、そう考えたらあの時あったかい冬だったよね。そうですね今と比べたら全然雪降ってなかったじゃんあの時。雪降ってなかったですよね。うん、うんそうだからその時にまあ再建のアイディアも初めて、あの時なんか面白いことやろうぜってタイ料理食いながらね、うん、どうでもいい話しながらまあぶっちゃけ今俺たちが話してることはあんま変わんないけどねそうそうそうタイ料理やる2人でそうカメラついてるかついてないかぐらいの差だけどあ、うん、そうですね。あそっかそんななんだ。それ何手帳に書いてんのそれともなんか違うノートみたいなの書いてんの？いやもうなんかそういう5年日記っていうのを Amazon で頼んで、うんうん、それ日本たくさんあるのよ。なんかその何東急ハンズみたいなところ行くとすげえいっぱい売ってんだけどその文房具屋さんみたいな、うんうん、それは日本バージョンなのそれともアメリカバージョン？普通のアメリカバージョンですね。あそう、うんだからまあこう1ページにこうが5個に5つに分かれてるんですね。だから、うん、まあ去年始めたから2020年、うん、2021年、2022年っていうふうに。だからということはだから2月10日だったら2月10日のページがあって、そう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 。わすげえ何それ。そうすごい面白いですよ。でまあ、豆じゃないから最初はねなんか面倒くさいなって思ってた、うんね、ツイッターとかツイートするのも豆じゃない2人じゃないですか。俺ら無理だね無理だから最初はなんか、うん、できるかなと思ったんですけど、うん、最初の1年は確かに面倒くさかった。でも、うん、今2年目に入って、うん確かに面白いんですよ。1年前にあこんなことしてたんやみたいなのがでそんな細かく書かなくても、うん、そのビッグポイントだけ書いてると、うん、感情っていうのは覚えてるあれですからってことはそれでテーマとかポイントだけでいいんだこと細かく書くんじゃなくてそう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 なるほどね、うんおすすめですよ。それで思い出すんだねその時の思い出す、うん、あの時そうそう宗太郎さんとあそこあの台風でうまかったなあの時こういう話したなって全部戻ってきてそれなかったら絶対思い出さないじゃないですかそんなわざわざ思い出さない、うん、俺だってそういうの1ミリもしないで生きてきてるから、うん本当に何にも思い出せないのよ。俺本当に多分一番最近思うんだけど、一番なんつうの、日にちとかスケジュールとかその時勢のその過去とかのがもうゼロな人、もう何もできない。いや、わかるわかる。ああ、わかる。でもね、そういう人こそこれやったらまたなんか、うん、全然違う、普段とは違うなんか、うん、喜びっていうのは出てきますよ。喜びって臭いか、こうなんか思い出したりする。うん。一個だけなんか自分なりになんかこう学んだっていう か感じたんだけど、その、うん、自分でスケジュール下手だって気づくのにすごい時間かかったので、最近っていうか、まあ、何年か前に気づいたんだけど、うん、そのまず頭に入んないわけ俺、その今週のスケジュールとか、はいはいはい、あとまあそのもちろんサラリーマンとかじゃないからその、うん、日にちと曜日が全然入んないの俺特に、はいはいはい、そのルーティンで生きてきたことないから、うんうんうん、だからいやほらなんか20日、今月の20日がとかって言うとさ、なんかもうパンって出る人いるじゃん。ああもうそれ週末だねとかさ、それ水曜日だねみたいな、なんかさ、はいはいはい、もう全く今日何日みたいなのから始まんなきゃいけないわけよ俺は、うんうん、とか何曜日とかみたいなでさ、うん、なんか待ち合わせじゃないけど、じゃあ来週の火曜日打ち合わせお願いしますとか、なんかあ分かりましたみたいな、空いてますかとかって言って、多分大丈夫だと思いますとかって言っても入んないわけ頭に全部、うんうん、でそれまでは便利だなと思って、この iPhone でさほら予定入れられるじゃん今カレンダーに、はいはい、あもういい時代になったなと思って携帯にバンバン入れてたわけよ予定が、うん、でも全然頭に入んないのそれでも、うんうん、でなんかもうすごい間違いだらけで、よく俺日にち間違いの1日前にミーティングの準備しちゃったりとか、なんか、うん、もう本当遠足1日間違えてリュック背負って学校行くみたいな、そういう感じよ。おるそういうやつ一人はおるクラスに。そういや俺一回やったことあるね小学校あるんだ、経験者なんですね。じゃあだからもう多分 DNA 的に多分持ってないんだと思うんだよね全然、うん、多分もうインストールされてないの俺の脳みそにはそのスケジューリング能力が。方向音痴な人がそのGPS がインストールされてないのと一緒で、俺多分スケジューリング能力インストールされてないから、うん、この携帯電話もう全然ダメで、うん、で結果手書きの手帳に戻ったので、ここに3年ぐらいかな、もう手書きの手帳の、しかもそのある決まったフォーマットのカレンダーのそのレイアウトじゃないと頭に入んないのこう、うんうん、手帳ってさいろんな種類があって、なんか1日ごと1週間ごとマンスリーみたいなあんじゃん手帳って開いてさ、うん、だその俺はそのスクエアで四角いカレンダーみたいにこうマンスがこうバッて見れるやつで、こうなんかマンデーからサタデーサンデーみたいになってるやつじゃないと、で4週だったら4週こうなってるやつじゃないと全く把握ができない人間なの。うん。だからでもまあ見やすいですよね、そういうなんか手書きの手帳の方が。そうなん、うん、なんか携帯やとこうわざわざそうクリックしないと見えれなかったりとか、なんかこう全体が見えないからなんかこう、うん、ドットでしか見えないじゃん予定が。そうそう、うん、だからそれで全然ダメで、で今その手帳使ってんだけど、やっぱ書いても頭に入んないから予定を何十回も見直すの俺。前の日とかにも見直すし、その朝にもみんなも入んないの、とにかく。ちょっとなんかペース&スペースの NBA についていけてないノンシューターみたいですね。エルフリッド・ペイトンじゃないですか、宗太郎さん。スケジューリング界のエルフリッド・ペイトン。こうじゃないと俺はできないんだっていう、そういうシステムがないと活躍できないタイプ。ずっとローポストでヘイ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 俺はドロップステップならできるんだみたいな、パワードリブルからのそれかなんか一回一回ハーフコートに入ったら一回プレー止めて、一回みんなが、ポジションについてからのスタートしかできないみたいな。できないですね。フレキシビリティがないオフェンシブプレイヤー。ダメだわ。ちょっとスケジューリング界のエルフリッド・ペイトン。スケジューリング。いやー、それやばいですよ。仕事に見抜かれたらもう。見抜かれたらもうダメだ。もう干されるわ。されるよ。トレードされるよ。まあ、ノートレードクローズあってよかった。あれ意味ないからっていやいや、そうだから俺本当に仕事とかもうお願いして、アシスタントとかにもうリマインドのお願いがすごいのよ。もうリマインドしてくれ、リマインドしてくれまあまあまあ、そうだからなんか向き不向きありますからね。だからもう宗太郎さん、1時間後ミーティングですよとか、宗太郎さん明日これとこれありますよみたいなのをこう書いてんのに言ってもらうっていうなるほど。そうそうそう、そうかそうか。多分もうね、次やりたいことばっかり考えてるから、なんか次のプロジェクトとか、あ、これやりたいな、あれやりたいなって、もうずーっとそればっか考えてるから、その時間の管理が多分できないんだよね。なるほどね、うん、まあでもなんとなく分かりますけどね、そういう、こう確認してもなんとなく頭に入らない、頭に入らないから、そうやってわざわざスケジュールに書くわけじゃないですかまあ僕もなんかそういうところあるから、でせっかく書いてるのに、なんか確認しても、またそれが頭に入らないっていう、なんか悪いサイクルになっちゃうのはなんとなくわかります。あとその事前に、結構日本人ってさ、すごい几帳面だから、すごい事前にミーティングするのよ、仕事とかのさ。例えば20日にある仕事だったとしたら、1週間前とか2週間前とか10日とか、そのね、5日とかからもうそのこういう内容で、こういうことでみたいな、こういう感じでとかって、すっごいもうきっちりしてるわけよ。結構日本で仕事する人ってみんな、世の中の人ってよくある、そうミーティングのためのミーティングですね。とかね、ミーティングを短くするためのミーティングとかね。あるよね。あとはその20日の仕事のことを5日に教えてくれるとかね。5日に20日の仕事のこと言われても、俺20日になった時には5日のこと忘れてるから。だったら19日のとか18日とかね、じゃないと、そのもうモードに入ってないわけよ、20日のこと5日に言われても。これね、結論は宗太郎さんのアシスタントの方はものすごい優秀な人やと思うめちゃくちゃ頑張ってるよ、几帳面で。でなんかめちゃくちゃ頑張ってる、本当に。多分ね、宗太郎さんはこういうふうに言うたらあんま伝わらないからっていうのを、ちゃんとこういうふうにしないといけないっていうのを、人一倍考えてくれてる方やと思います。いや、めちゃくちゃ頑張ってくれてるから、本当に。でも俺もう会った瞬間から、俺これとこれとこれできないから、これだけもうマジで頼むって言って、これは本当に俺はできないからっつって言ってんなるほどね。まあできないのよ。できないことあるよね、やっぱ人間って。あるあるある、あるよ。でもできる、今できること、我々にできることといえば、ボイスメールを聞くことですね。そうだね。うん、そうそう。ボイスメールを何そのポイントガードどうしたポイントガード急に。ペイトやからだからジョージ・ヒル役やらないと。ああそうだ。I gotta replace you. Yo man, sit on the bench, bro. ちょっと前座っとけみたいな。ありがとうありがとう。いやいやいや。じゃあ行きますか。ほだん。行きましょう。いつものメールボックス開きますよ。OK。今日はどんなメールかな。本当だよね。いや、最近もう本当完成度高いからさ。ね。ビデオメッセージはすごかったね。すごかったね。ゆっこさん。すごかったよね。うん、いや、沖縄超綺麗だったよ、本当に。沖縄行きたいな。行ったことないでしょだって。行ったことない。行きたい。行ける行ける。みんなが、安全な空間になった瞬間。そうやね。沖縄で、そうそう、だから宗太郎さんがこの前言ってたみたいに、沖縄でゴルフとかできたらもう、That's when you know you've made it. You made it?Yeah. もうリラックスしながら。Yeah, well, that's when you know. 1個だけ言っていい？ In reality?、はい、リゾート地のゴルフは地獄だからね、マジで。いいの景色だけで、いいのは景色。だからペブルビーチとか、例えばね、そういう海沿いのすげえ景色とか、海越えとか山越えとか、とんでもない綺麗な写真のゴルフ場とかビデオ見るでしょ？うん、ネットとかでわあここでプレイしたら最高やなと思うじゃん、うん、めちゃくちゃ景色がいいとこって絶対自然が過酷なのよ。風が強かったり雨が強かったり海風がすごかったり草ぼうぼうだったりとかだから沖縄最高って言ってゴルフ場行ったまあ無風だったらいいよたまたま、うん、でも海沿いの超綺麗なところは基本ボーボー風吹いてるからその景色は最高なんだけどだいたいスコアは崩れるっていうあるある。ゴルフあるあるいいね。ゴルフあるある多分ゴルフしてる再建民のみんなは分かってくれると思うけど、うん、一番つまんない平野とかのコースが一番多分その簡単だからねスコアとかはそれでそうなんだ。リゾート地あるあるハワイに行ってもそうだけど風がめちゃ強いからハワイでもそうねピヨーどっか行っちゃうからね本当に。へえまあベイビーステップというふうに考えたらいいかもしれないですね、うん、そういう地味なところでうまくなって、うん、そうでだからみんななんかハワイとか沖縄で超ゴルフしてとかって言うけど結構しんどいよそのスコア的にはねメンタル的にそうだからまあそういういいスコアとか関係なしにもう景色楽しむっていう感じで行くんだったらありだとうん OK Let's go to voicemail リクトさんそうこんにちはようと申します。現在30代で2000年代前半に NBA にはまり、途中少し興味が薄れていた時期もありましたが、ここ最近の日本人選手の大活躍や、陸斗さん、宗太郎さんをはじめとする NBA 系 YouTuber の動画で興味が再燃し、多分今が人生で一番 NBA を楽しんでいます。NBA の楽しみ方の一つとして、スタッツ、リーグリーダーを見るというのがあると思います。今も毎日のように八村選手が何点取った渡辺選手が何分出場したという見出しが日本のメディアでもどんどんと報道され、そこにキャリアハイシーズンハイなどと書かれていると胸が躍るような気分で記事を開いています。ただバスケットボールを見る目がある程度慣れてくるとメジャーなスタッツだけでは選手の活躍ぶりや価値は測れないなという矛盾のような気持ちも出てきます。例えばホワイトサイドのようなスタッツお化けが今や2ミリオンの契約しかもらえなかったり、昨年のプレーオフで大爆発したジャマール・マレーはレギュラーシーズンのスタッツだけを見ると到底マックス契約には程遠い選手ですが、シーズン最後のたった10試合程度のプレーオフでチームを勝ちに導いたことで最も評価を上げた選手だと思います、ここでお二人に質問です。ポジションごとにも異なるとは思いますが、選手の価値を判断するときに特に注目しているスタッツなどはありますか？また PJ タッカーやドレーモンド・グリーンのようにメジャーなスタッツではなかなか評価されにくいけど、いぶし銀のようなおすすめのプレイヤーがいればぜひ教えてください。これからも楽しみに動画を見させていただきます。ではでは平和。ではでは平和。ようさんありがとうございます。ようさんありがとうございます。なかなかクロートな質問だね。そうですね、2000年代前半から見てらっしゃるので、うん、まあで一回ちょっと飽きて、ね、で今一回ちょっと飽きて、あ、そっかそっか。まあスタッツはね、何回か俺もね、なんやかんやでこのね番組では言ってるけど、やっぱりそのなんだろうな、スタッツっていうのはこういいようにも悪いようにも使う人がそのよく見せようとして良いスタッツだけを並べることもできるし、悪く見せようとして悪いスタッツだけも並べることもできるから、こうやっぱり試合もちゃんと見てアイテスト、自分のね印象とかも含めた上でスタッツを楽しむっていうのがベストかなっていう気はするね、俺はね。やっぱりそうですね、うん、まあ、最近はなんかそういう風に分かってきてる人が多いからいいですけど、うん、ね、うん、なんか特にポイント、リバウンド、アシスト、スティール、ブロックだけを見てなんか評価してるような人は減ってきてますよね。うん、昔とかウォルト・ベラミーとかものすごかった、ね、スタッツとかね、うん、でもやっぱ彼がいるとチームが全然勝てない、そういうような選手って結構いますから、なんとなくそうだよね、うん、うん、多分今ね NBA を見てる人たちは、うん、こう、この選手は本当に勝つために貢献してる選手かっていうのが自分のそうアイテストで評価できるけど、30年後に今の NBA の選手のスタッツをね、スタッツだけを調べて、は例えばホワイトサイドとかはもうすげえ選手だったんだなとかっていうふうに勘違いそうそう勘違いするよね、それね、するような人をなるべく減らすために、やっぱ今我々ね、うん、今の時代をちゃんと見てる NBA ファンっていうのは、これからのファンに真実を伝えていかないといけない義務がありますよね。大げさかもしれないですけど。それはさ、みんな NBA 選手だからね、うん、悪い選手ではないけど、じゃあそうやって15年後にとか20年後に映像何にもなしでスタッツだけで判断しろって言ったら、それこそペイトンだってどこのチームでもスターティングポイントガードでね、2桁得点しっかりしてこんだけコンスタントにやってんだから一流な選手だねって思っちゃう人もいるし、ね、ホワイトサイドとかイネス・カンターとか見たらさ、この人はもうオールスターでしょうって思う人とかもねいるでしょ、うん、映像がなかったら。だからスタッツって本当さ、やっぱ見てないと分かんないよね。それがエンプティスタッツなのか、実りのあるスタッツなのか、ただの4クォーターのねガーベッジタイムに全員がやる気ない時に取ってる点数なのかとかさ、全然違うじゃん、やっぱシチュエーションによって。そうですね、うん。でもまあ強いて言うなら、どういうスタッツを見て選手を評価しますか、宗太郎さんは。気にしてる。俺はやっぱりリアルプラスマイナスと、うん、あとは最近すごく気になるのは、その5人の組み合わせの時の、オンコートプラスマイナス、誰との組み合わせの時のオンコートプラスマイナスだから、個人でのそのスタッツはあんまり俺は気にしないっていうか、そのどの5人の組み合わせになった時に集団としていいのかっていうスタッツの方が好きかも、俺として。うんうん、そうですね、うん、なんかどういうラインナップでのうん、ディフェンシブレーティング、オフェンシブレーティングとかね、そういうのは、うん、そういうのは好き、うん、大きいですよね、うん、あとそうだね、アドバンススタッツは難しいよね。ウィンシェアとか難しいね、うん、ピップとかビップとかいろんなあるけど、うんうん、結局はスタッツじゃなくてちゃんと試合見ないと、そうなんだよね、うん、よくわからないんですよね、うん、だって大活躍してチームも勝ってるけど、例えばデローザンなんてめちゃくちゃいい活躍しててさ、MVP のね候補にも名前上がってもおかしくないぐらいめちゃくちゃ活躍してて、チームもいい感じで勝ってるけど、デローザンがいない時の方が圧倒的にチームの数字がいいっていう変な数字が出ちゃってたりとかもしてるからさ、今スパーズはね、今年うん、でもそれってじゃあデローザンのせいなのっていうとも一概に言えなくて、実はオルドリッチとデローザンがほぼ一緒に出てるから、オルドリッチの、時なんじゃないかっていう話もあるし、だからその何とも言えないんだよね、そこはね。やっぱそうですね、うん、あとはすごくもっとベーシックな数字で、やっぱパーセンテージは大きいですよね、シュートの成功率、うん だからすごく点数が高くてもアベレージがすごくても、フィールドゴールパーセンテージ、スリーポイントパーセンテージが低かったりすると、うん、これって本物かなっていうのが大体わかる、うん、これってシュートバンバン打ってるから得点も高いんじゃないかなとかね、だしね、10本しか打ってなくてたまたま8本入ってたらすごい確率だしね、それはだから何とも言えないよね、うん、あとポジションにもよるよね。フィールドゴールパーセンテージ、うん、センターとかめちゃくちゃ高いのはさ、もうダンクしかしてない人とかはさ、そりゃそうだよねって話になるしさ。そうですね、うん、あとまあこれもポジションによりますけど、アシスト2ターンオーバーレシオは結構見ます、うん、っていうのは自分も高校の時にポイントガードとしては、うん、一番そのボールを持ってる時間が多いポジションじゃないですか、うん、だから多少のターンオーバーはもうしょうがない。でもアシストとターンオーバーの比率、うん、がやっぱり高い方がいいっていうのはすごいもう昔から、うん、頭の中に入ってることなので、まあうん、いい基準になるよね。いい基準になりますね。それで言うとペイトン最悪やで、アシストほぼ4とかしかなくてさ、自分がシュート外した後に食らう逆速攻の回数めちゃくちゃ多いからね多いですね、うん、せやなあ。メインのスタッツで言ったらそれぐらいかな、うん、なんか見やすいやつで。そうだね、うん、だからスタッツだけはやっぱりちょっと危険だよね。本当に選手かどうかっていうのが分かんない。プラス今はすごいアドバンススタッツがあるから、例えば点差離れてる状況での確率とか競ってる時での確率とかも細かく NBA は実は出せるから、その点差が20点差離れてる時の緊張感とさ、競ってる試合の4クォーターの残り1分ともう全然違うじゃん、内容が、うん、だからそういうことも含めて平たくただスタッツ見てもやっぱり何の基準にもならなくなってきてるよね。目安にはなるけど、じゃあプレッシャーね、シチュエーションだったのかとか、もう捨てた試合でお互いもう点差が開いてた時なのかとかでも全然違うからね、やっぱり。そうですね、うん、あと最後に、チームの評価をするときにすごくいいのは、エフェクティブ4つあって、エフェクティブフィールドゴールパーセンテージ、うん、だからまあ普通のフィールドゴールとかスリーをこう合体したやつと、ターンオーバーパーセンテージと、うんうん、あともう2つなんでしたっけ、なんだっけあれど忘れした。俺が結構その4つに入ってるか分かんないけど見るのはタイムアウト後のやつはよく見る。ああ、タイムアウト後の、うん、の成功率プレー成功率、うん、あれ4 factors ちょっとググるいいよ、ね、この2つこの4つは必ず見てますよ、うん、そうだ、effective field goal percentage、うん、turnover percentage、うん、リバウンドのパーセンテージとフリースローレート。ああ、フリースローレートね。うん。だからどれだけファールをされるかっていうのと、まあディフェンスでやったらどれだけファールをしないと止めることができないのかって、うん、まあこの4つは、そうだね。今の NBA のこういうスタッツ界ではすごく、評価の元になってる。あと多分スタッツ、掘り下げたい人はまあ知ってるかもしれないけど、その4つもそうだけど100ポゼッション中のスタッツを見るっていうのはいいかもね。うん。だいたいその100ポゼッション中の、オフェンスレ、の、平均数字とディフェンスの平均数字とかでだいたいレーティングする人が多いから。うん。うん。ですね。そうだね。あとは、で2つ目の質問はあれか、そういうスタッツ PJ タッカーみたいな選手でおすすめ選手いますかっていうの。そう分かんない、スタッツに出ないけどっていうね。うん。うん、まあいわゆるロールプレイヤーですよね、多分。そうだよね。うん。うんうん、まあだからでも。実は NBA ってすごくて、1シーズン前だっけ2シーズン前だっけハッスル、プレーとかのスタッツも作り始めたよね。そうですね、うんうん、そうだから今までは例えばルーズボールとか 50-50 なボールとかそのハッスルするその頑張りとか気力とかってこうスタッツに出ない目でしか分かんないものって言ってたんだけど、そこの分野も新しく開発し始めたんだよね。だからそういうのはね結構日本人は好きなんじゃないかな。頑張りやがる人だからね。そういう確かに結構でかいね 50-50 のボールを取る確率とかが高い選手とかさ、やっぱりルーズボールをそんだけ自分たちのチームの所有に変えるわけじゃんやっぱり。うん、でかいね、うん、だからやっぱりマーカス・スマートみたいな選手はもうそうね勝つためには必要な選手っていう風に言われてるのはそれですよね。上手い選手ラウリーとかもそうだけどそのマーカス・マートとかもそうだけどそのフロッピングの使い方も絶妙にうまいよね。やっぱりね。そうですね。うん、レブロン注意されたけど今回でも。That was crazy. いやいや全然関係ないところでプロレスぐらいの受け身取ってる人いる。おるおる、うん、なんかいます？でも宗太郎さんが好きな、ロールプレイヤーだ。今もう出ちゃったけどドートとかなんか最初の頃なんか目に見えないプレーたくさんあったんじゃないかな。そうですね、ドートはいいですね。まああとミッチとか実際のそのよくセンターとかでそういう存在感のあるセンターとかはすごく思うんだけど、実際のショットブロックももちろんそれはスタッツに出てるからみんなすげえすげえって言うと思うんだけど、いることによって相手がその普段だったら打つショットをこいつがいるから無理だなって言って全然普段やらない苦しいショットを打たせて外させてるっていう、そういう心理的なプレーをさせてるビッグマンとかはスタッツに出ないからすごいなって思う、うん、そうですね、うん、ブロックってだってすごい高くてもうアベレージ3とか4だから、うん、後のポゼッションで、うん、こうどういうふうに、相手威嚇するか、うん、そうそう、うん、存在感を出して、うん、で目の前にいる上手い人ってさ、目の前にいる人を抜くのなんてもう分かった上で、次のヘルプに対してどうやって対応しようかなって見ながらドライブとかさ攻めてるわけじゃん、うん、そうなった時にそれがドレイモンドとかゴベールとか、ね、ミッチもそうだけど AD とかもそうだけど、あこれ AD だわってなった時に普段のレイアップは通用しない、フローターもいつものタイミングだと指先当たっちゃう、じゃあ今までやったことない違う角度でなおかつねリングの中に入るものなんだろうみたいなのをさ、特殊なことやんなきゃいけなくなるから、そうさ何にもしなかったとして、接触も何にもなかったとしてもこう外すわけじゃん、攻めてる人がね、うん、でもそれってそいつの存在感が目に見えない圧力になって、そのオフェンスの選手に効いてるわけじゃんやっぱり。そうですね、うん、それの逆の悪い例がホワイトサイドですよね、うん、そうだね、ヨウさんも言ってたけど、うん、こうブロックはするけど別に、うん、ポジション的に、うん、相手選手が、うん、あこれはやばいっていう風に思わせないセンターやから、うん、派手なブロックはあっても、うん、結局ディフェンスがうまいかって聞かれたら、いやどっちかというと下手っていうね、うん、ただ単に目の前にある動きに対してビョン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 反応して飛んじゃってるから、まあ、ギャンブルだから50、50でそのタイミングが合えばブロックできるけど、タイミング合わなかったらただ飛んじゃった人になっちゃうからね、うん、ですね。そうだファウルアウトとかして終わるよね、そういう人がね、うん、うん、確かに。だからちょっと前のみっちゃんもそうだったよね、反応しちゃってたからさ、うん、そうですね、そう、こんな感じかね。そうだね。で、あ最後にヨウさんにおすすめしたいロールプレイヤー、うんうん、あそうか、は個人的には、まあ、ミケール・ブリッジェズがものすごい好き。あいいね、サンズにとってのもう本当、うん、グルーガイ超強力なノリです、うん、あとまあこれミッケールスパーズの動画でも言ったか、オールロールプレイヤーチームを作ってくれて、うん、視聴者さんに言われたんで、その時に言ったのが、うん、デズモンド・ベインとジェイション・テイト、ミケール・ブリッジェズ、あと誰やったっけな、ドリュー・ユーバンクスは一応ねスパーズの選手やし、はいはいはい、ちょうどいいかなっていうふうに入れた、うんうん、ポイントガード誰にしたか忘れました、うん、でもまあスーパーロールプレイヤーはジョー・イングルスですよね、まあね、自分の中では、まあ、だいぶメジャーだけどね、だいぶメジャーやけど、だいぶメジャーだよね、うんってな感じですかね。まあでもそういうさ、日本人はそういう職人な人が好きだからね、うん、ロールプレイヤーは受けるよね、うんうん、そうですね。こんにちは、トッティです。 NYK 再建プロジェクトいつも楽しみに聞かせていただいております。またエピソード8ではなんでやねんの質問にお答えいただきましてありがとうございました、その説は覚えておられますでしょうか。今回はこれまで37回毎回聞かせていただいていた中で気になるワードがありましたのでお聞きしたいと思います、はいはい、それは伝統です。似た言葉でチームカルチャーがあるなと思って、うん、何が違うかなって考えたんですね。でそのチームカルチャーっていうのは一人の存在で一瞬で変えられるものだと思うんです、うん、フロントでもヘッドコーチでもプレイヤーでも誰か一人の存在でガラッと変わるもので、おそらく多くの方がレブロンやカリーを連想すると思うんですけど、僕はビラップスを思い浮かべました。デトロイトからデンバーに移籍して若手に意識改革を促して、オフェンスだけじゃなくてディフェンスも手堅いチームに変える、そのデトロイトでの経験とそのビラップスのメンタリティすげえなって思いました。で、最近ではヒートのコンディション管理っていうのがすごく有名なんですけど、あれも球団社長のパット・ライリーの影響が強く出ているなと思います。で、対して伝統っていうのはそういうフロントだったりコーチ、選手が変わっても変わらない、もっと根本的なものだと思っています。で、我らがセルティックスはビル・ラッセルとかケビン・マクヘイルで KG で殿堂入りするビッグマンが在籍していた過去がありながら、その伝統的にビッグマンが弱いって言われることがあるんです。まあ、その伝統によって AD に振られ、フォワードにも出ていかれて、で獲得したのがトリスタン・トンプソン、まあいい選手であるんですけど、そういうタレント力としては弱いなと伝統のおかげで今泣きを見ています。その分バードとかピアスの流れから今ブラウン、テイタムってウィングにいい選手をドラフトしてるっていうのは、それも素晴らしい伝統だなと思っています。で、お二人に伝統とチームカルチャーの違いについて、ニックスを例にしながらお話しいただければなと思っています。以前ニューヨークはストリートの街だから気持ちを前面に出したハードなディフェンスのチームやってお二人がお話しされていましたが、僕はむしろストリートの街だったらむしろ派手好きなオフェンスのチームじゃないのかなと思ってしまいましたので、その辺も詳しく聞けたら嬉しいです。他にも聞きたいことがあるんですけど、この投稿が使われたら改めて投稿させていただきます。よろしくお願いします。ではでは、Go Knicks！Go Knicks！ Go Knicks！ トッティさんありがとうございます。トッティさんありがとうございます。これはすごいいい質問やね。深いね。深いみんないろいろ深いな、うん、全然ライトな質問来ないな。なんかいらないですよ、ライトはもうボイスメール前の話題全部ライトじゃないですか。軽い一番深い軽い俺たちの軽い話5年日記軽い何日記とか手帳の話をスケジュールを覚えらんねえとかもう最悪の軽さじゃん軽い IQ のディフェンスぐらい軽いよもうIQ の体重ぐらいね。どうすか、チームカルチャーと伝統ね。チームカルチャーはね、やっぱりその人によってガラッと変わるからずっと続けばいいけど、ずっと続きづらいよね、やっぱりね。そうですね。伝統の方がずっと続くやつなんじゃないかな、どっちかっていうと。ドーランはどっち？あれは悪い伝統でしょ、多分。悪い伝統？うん。チームカルチャーじゃなくて。だからさ、チームカルチャーは、伝統の内容のことを言うんじゃないの？ああ、だけど続かねえか。チームカルチャーは人変えたら変わるもんね。だって今リオン・ローズになったらカルチャー変わったもんね、ニックスは。そうですね。リオン・ローズは完全にあれやね、チームカルチャーのカテゴリーに入るってことになりますか。だからさ、球団社長とか監督とか選手とか現場の人たちが作るのがチームカルチャーで、まあ本当はトップから作んなきゃいけないと思うんだけど、オーナーから。でも伝統を作ってんのはずーっとその球団を持ち続けてるさ、やっぱオーナーが作ることが多いんじゃない？だって球団社長とかってさ、そんなに長く入れないじゃんね。まあエンジとか長いけどにしてもやっぱオーナーが一番長いじゃん、絶対関わってんのが。そうですね。トッティさんが言うたことで、ああいいポイントやなと思ったのは、まあね、ニューヨークのバスケに関して、うん、こうストリートね、ね、うん、まあニックスのバスケって考えると、うん、ディフェンスが強い、うん、タフな、伝統になるのかな、カルチャーになるのか分からんけど、やっぱりさ、ニューヨークっていう街がさ、そのストリートバスケももちろんそうなんだけど、うん、もう全体的に街がさ、そのやっぱりいろんな移民がさ、夢をつかむために来て、一生懸命こう何もないところから、他の国から来てね、イタリアから来たりね、そのイギリスから来たり、ね、ノルウェー系の人も多かったりとかさ、やっぱアイリッシュ系の人も多かったりとか、いろんなところから来て、ゼロからみんな叩き上げの人が多いのよ、ニューヨークって。やっぱりそのおじいちゃんの代とかから、だからみんな英語も喋れなかったような移民だけども、本当に肉体労働とかコツ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 働いて頑張ってきたっていう自負がある人たちが住んでる街だからね、今もそれは変わんないと思うの。いろんなね、移民の人たちが次々来るから、それは中国系の人も来たり、インド系の人も来たり、それはもうどん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 時代によって変わってくるけど、みんな結局ニューヨークに来てゼロからスタートするわけよ。昔はその鳩場で働いたりとか、アイリッシュ系の人だったら公共事業とか、公務員になる人が多いね。警察官とか消防士とかになる人も多いし、ね、タクシーの運転手で黄色いタクシーに乗って、ね、もうゼロから頑張る人もたくさんいるし、飲食で頑張る人もいるけど、全員叩き上げが多いからさ。だからこう何クソ根性で強いものに対してガッツで頑張るっていうチームをやっぱりみんな応援するから、こうブルーカラーなね、労働者階級が喜ぶプレースタイルっていうのがニックスとかニューヨークのスタイルなの。そうですね。そう、だからストバスよりももっと深い、そういうその街のその気質だからさ、どっちかって。そうですね。そこが別ですよね、うん、そのストバスのスタイルはまた、うん、ニックスとかニューヨークのアイデンティティとはちょっと違う。うん、でも結局はストバスもその何クソ根性が、うん、ベースになってて、でもスタイル的にはニューヨーカーっていうのはもうシュートは全く入らへん、うんね、もうボンボン全部ブリックやけど、うんうん、ボールハンドリングが派手なストリートボーラーが多いっていうのはとか、ハイフライヤーがいてね、ハイフライヤーがおったり、うんうん、そうだから別ですね、それは。うん、そう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 、うん、だからそういう意味でニックスは今でもそうだけれども、今のティボドみたいにこうとにかくがむしゃらに頑張って、ディフェンスで固めて、みんなで一気に全員バスケするっていうのがやっぱり一番街が盛り上がってうまくいく時のニックスだよね。そうですね。でそれとは、その対比になっちゃうんだけど、結局街自体は経済力があって、すごくね、アメリカの中でもこうナンバーワンナンバーツーの大都市だから、その財力、労働者たくさんいるんだけど、財力も極めたらものすごい勢いで成功したらアメリカンドリームで成功するから、それでこう財力に物を言わせて、きらびやかなニューヨークの街に合うようなスターばっかりを追っかけてできちゃったっていう悪い伝統もあって、その時は全然うまくいってないよね、ニックス。ああ、それはそういう、もう well said ね、そういうことだよね。そうそうそう、うん、そういう二面性がある街だし、ニューヨークで成し遂げられたら、うん、if you can make it there, you can make it anywhere, right? Where? だから、うん、ニューヨークで成し遂げられた人はどこででも成功できるっていうぐらい、ニューヨークで成し遂げることは難しい。でもみんなが夢を持って、一文なしでもゼロから叩き上げで夢つかめる可能性のある街がニューヨークだよね、うんうん、そうですね、うん、いやもうこれ以上言うことないんじゃないですか。言うことない。うん、なんかよくわかんないけど演説したみたいな気持ちだわ。いや今のすごい MVP パフォーマンスでしたよ。スケジュール覚えられない軽いやつからなんとか名刺挽回しなきゃいけないあやな。はい、じゃあもう一個いってみるかね。はい、宗太郎さん、リクトさん、こんにちは。鹿児島県在住26歳のリックと申します。いつも楽しく動画拝見させていただいております。ラジオ感覚で聞けるので、自分はいつも NBA2K でセブンティーンシクサーズでリーグ戦をしながら聞いてます。お二人の常軌を逸したニックス愛に影響を受けて、昔は気にもしなかったニックスの試合も最近は積極的に見るようになりました。ナイス。ところで質問なのですが、私事ですが半年前に結婚しまして、新型コロナウイルスの影響でまだ 新婚旅行にも行けてないんですけど、もし落ち着いて観客動員も再開したら妻と一緒に現地に NBA を見に行こうと思っております、うん、そこで日本人がもし NBA を見に行くならどの都市が一番おすすめでしょうか、文化だったり安全面であったり食事だったり、食事はなんかいつだったかお話しされてたんですけど、お二人の主観で構いませんのでお答えいただけると嬉しいです。ちなみに僕の妻は NBA に全く興味ありませんでしたが、毎日隣で試合を見たりハイライトを見たりリクトさんの動画を見せたりしてるとだんだんハマってきて、イケメンっていうのもあるんですけど、今ではルカ・ドンチッチのファンになり、いつの間にかスマホの壁紙がドンチッチに変わってました。おー、僕はセブンティシクサーズのファンなので、できればフィラデルフィアに行きたいんですけど、フィラデルフィア、ルカがいるダラスはどうなのかなともうお答えしていただけたら嬉しいです。これからもお二人のこと応援してます。動画も楽しみにしてます。 Go Knicks Go Knicks Go Knicks。 Thank you。 鹿児島、こんにちは。鹿児島県在住26歳のリックと申します。リックさんだよね。リックさん。名前が似てるから。リックとではない。うん、鹿児島、represent 鹿児島。俺たち南の方ファン多いね。多いですね。ね、うん、ファンじゃないね。再県民だね。再県民だからファミリーだね。はい。すごいじゃん。おめでとうございますだね、まず。おめでとうございます。うん、プラス、奥さんすごいね。いいですね。洗脳してるんですね。生きてくれてるって最高だよね。そうだそうだ。素晴らしい奥さん。やっぱルカはイケメンなんだね。それで言ったらね。うん、そうですね。ああいう日本人が好きそうな顔ですね。日本人好きそうな顔ナンバーワン誰だろうね。やっぱルカなのかな。ビールとかめちゃモテそうだけどね。でもね。ああ、そうですね。ハンサムですよね。うん、いや、ラビーンとかいいんじゃない？ああ、ラビーンね。俺らが思ってるハンサムと違うのか、やっぱ。いや、俺たちはもうフランキー一筋じゃないですか。俺たちはフランキーだよ、もう。うん、フランキーといえばもうファッションリーダーだからフランキーだけど。すべて100点満点。世の中的にはみんな誰なの？ルカじゃないですか、多分。あ、ルカ、まあ、日本的には。うん。そっか。カリーとか？ああ、ステフも。うん。だから、かっこいいっていうか、かわいい系なんじゃないか？ああ、かわいい系もちょっと入ってないといけない、ね。だってなんか、ゴリゴリマッチョの人とか、あんま日本でそこまで受け良さそうじゃないよね。ああ。優しくて柔らかい感じの人の方がいいんじゃん？うん、確かにね。ね。ちょっとゆるキャラ的な。なんかさ、ちょっとこうね、シーズン初めとかぽよぽよしてるから、ちょっとゆるキャラっぽいもんね、だってね。そうですね。うん、これはでももう、あれなんじゃないですか？フィリー全然いいと思うけどね。フィリーいいと思うし、ダラスもいいよね。奥さんこれ新婚旅行的な感じなのかな。そうじゃないそうじゃないそうでしょ。だからいけるよ。これはもう奥さん優先してルカの試合でしょう。いやだから、まあ、ダラスじゃなくてもいいけど。ダラスじゃなくてもいいけど、例えばシクサーズ対ダラス戦でアットフィリーの時に行くとかね。うん。そうですよね。まあ見て面白いのはフィリーじゃない？やっぱり街並みとか綺麗じゃない？やっぱり。うん、ダラスが汚いわけじゃないけど、ダラスはやっぱ分かりにくいとかでかすぎてさ、なんかどこ行けばいいのみたいな感じあるけどね。うん。そんなになんか楽しい街っていうイメージではないですよね。そうね。その建物の建築とかそういうのが興味深いのはフィリーかなっていう気がするよね。うんうん、そうですね。でフィリーやったら、まあ、ニューヨークからもすごい2時間とかやし、ねうん、もしニューヨークシティに来たかったら電車でシャアだよ。シャアって行ける、うん、運転しなくてもねいい感じで、うん、今アムトラックとかで行けるから。そうですね、うん、あーそれであれだよね、ペンステートに直で着くんじゃなかった？あ、DC からのペンステート着くけどね、フィリーからのも着くかな。うん、ペンステーションでも、うん、グレーハンドバスでもいいし、そうだよね、いろんな行き方ありますよ。ペンステーション着いたらもう真上だから、真上にマディソンスクエアガーデンもあるし。マディソンスクエアガーデンすごいね。だからもう新宿のルミネみたいな感じだよ。だから新宿のバスタみたいな感じで、もう着いたらもうそこにアリーナあるからね。うん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 、うん、そういう感じだよね。そうですね。なんかもう渋谷で言ったら光栄みたいな感じだよね。もう駅直行してるの。わからん。日本の地理弱いな俺。東京とかも。そりゃそうでしょう。そりゃそうだよ。光栄とか最近だもんだ。そうなんだ。うん。駅直行のビルができて、上にシアターとかこうイベントスペースとかある。うんうん、けどもうそんな感じよ。すぐそこですよね。そうそうそう。あ、でもそうか。もし NBA ファンならマディソンスクエアガーデン狙うのが一番かもね。奥さんとかもいるなら、ね、まあ食べ物もそうやし、ニューヨークに買ってるところは、うんね、まあ、じゃなかったら前も言ったけどロスか、うん、サンフランシスコが多分一番観光的にはいいんじゃない。サンフランシスコの方がいいかな。そうっすよ。うん、うん、そうですね。うん、うん、まあ日本人が多い。うん、うん、確かに、うん、チェイスセンターは行ったことないですよね。さすがに新しいチェイスセンター、うんうん、行ったことないと思うし、行ったらすごいいいと思うよ、うん、ただウォリアーズ全然好きじゃないかもしれないけどね。でも盛り上がったら一番盛り上がるかもね。あ、でもオークランドじゃないからな。いや、オークランドじゃないからちょっと雰囲気違うと思うよ。違うね。会社員とかばっかり。めちゃくちゃ盛り上がる。めちゃくちゃうるさかった、オークランドはやっぱり。うん。そっか。だから、ウォリアーズ対、マブスとかめっちゃ盛り上がるじゃん。絶対試合的にはルカ対ステフみたいになる。いや、この前のね57点でルカが勝った試合とかも、うん、だからなんかそういうさ、なんていうの、記憶とか記録とかが残ったり出やすい試合になるから、そういうのをなんかね、奥さんと一緒に行くっていうのはいいかもね。いいかもね、うん、いいんじゃないですか。そうだよ。それか、うん、もう今回はシクサーズは我慢すると、ね、うん、でマディソンスクエアガーデンでダラスとの試合、うん、したらあの男に対してのブーイングとかも聞けるよ。うん、すごい聞ける。やっぱそういうなんかドラマがある試合の方が絶対おもろいじゃないですか。そうだね、なんとなくブーイング、現地ってこんな、そうそうそう、現地のブーイング聞けるのはあんまないからね。ああ、でも多分今年のニックスファンはそのマブス戦だったらあのとこがオフェンスとかでボール持ってるときブーイングするけど、うん、こっちのオフェンスでペイトンがボール持ってるときにもっとブーイングするからずっとブーイングかもしんない。行ったり来たり。そうかもしれないですね。マジペイトン今年本当コロナじゃなくて毎回試合に観客いたらあんな活躍できないよ多分。ああいや。すげーブーイングだろうね。ニューヨークのファンはメンタル持たないと思うよ。容赦なしやからな。容赦がない。まあえげつないマジで。えげつない。だ今年はそのIQ の盛り上がりがとんでもないし、ローズと IQ が出る時間帯めちゃくちゃ盛り上がると思うけど、出だしのその1クォーターのブーイングがえげつないと思うよ。えげつない。もう 100%、1000%、We want IQ! パッ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  We want IQ! ずっと。で、ペイトンボール回ったら、ブーブーGet out of here! みたいな。Suck! Get the fuck out of here! ずっと文句言う。きついよニューヨークでプレーするって、うん、きついね。よかったかもねペイトンにとっては、まあね、今ねコロナだから活躍できると思うよぶっちゃけ、うん、はい。さあ、はい、今週はこんなところですか。そうですね。ボイスメール結構まだいっぱい来てんだけどやりきれないからちょっとずつ頑張りますよ。はい、来週はじゃあもっとボイスメール中心でいきますか。もし何もなくて、まあ何もなくてうん、大問題もなくて、うん、ねそんなんじゃなかったらボイスメール追いつきましょう。みんな一生懸命送ってくれてるんで、うん、はい。さあ今週ちょっと今実は日曜日だから月曜日の夜中だけどなってんだけど。うん、予定をもう一回次の収録までの予定を皆さんと楽しむ。だから俺たち当たったのか逆に宗太郎さんの強気が効きましたね、うん、強気予想は当たったんで。当たったね2勝1敗、うん、そうだよね、うん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 すごいな。そうかまあまあヒューストン戦もワシントン戦も相手のエース出てなかったからね、うん、ヒューストン、オラディポもウッドも。ヒューストン戦とかさ、うん、ウォールがさ、やっぱ急にスターパワー出して3クォーターバンバンバンって来たじゃん。はいはいはい。あれ今までだったらあれでもうバタついて試合の主導権逃して最後多分競り負けたりとかしてんのが今までのニックスだったけど、もう一気にローズと IQ で IQ の3でまた一気にとどめ差し返したじゃん。成長したね。いやーもうちゃうよ、うん、全然。なんかもう最近ランドルの話このチャンネルしなくなったじゃないですか。それぐらいなんか彼が活躍するのが当たり前になってきてますよね。そうなの。不思議な世界の安定の意味が分かる。リバウンドとかこの前すごかったよね。すごかった。あとねディフェンスが良くなってる。彼、うん、ファールをせずに。うん、Verticality うん、ロイ・ヒバートが有名な、うん、こう、うん、ファールをせずにハンズアップでディフェンスをする、うん、ルイ君にもやってたし今回もなんかロケッツ戦でもそうだねテイト相手でやってたから、うん、こんなこと言うと思わなかったよね。思わなかったよ。だから本当2ヶ月後には、うん、いやペイトンいいよね再契約するべきかもねとかっていう話してるかもしれないですよ。してるかなしてない気がするけど。してないですね。してないですよこれはしてないですちょっと思い切りました。はいはい、発表してください。4試合ですね今週は、うん、来週の収録まで、うんはい、アトランタオーランドサンアントニオ、ミネソタでございます。まあオフェンスレーティングだいぶ低い、週間になるね、相手のね、多分。そうですね、うん、オーランドはちょっと壊滅的に今かわいそうな状況になってるから、ブセビッチ以外、うん、ほとんど全員なんかね、ちょっと補欠中の補欠みたいな人たちだから、うん、まあ、そこ勝たないときついし、アトランタはなんかあれね、あれトレードに出してるね、コリンズだっけ。そうですね、ジョン・コリンズどうなるんだろうね。ねえ、もうちょっとなんかアトランタも、でもアトランタは格上なのか今のとこ俺たちより。ちょうどホークスといつもなんか同じぐらいな感じですよね。あ、でも今ちょうどうちらが7位でアトランタ10位だわ。あ、じゃあ俺たちが上。まあ、言うてもそんな差はない、そんな差はないけど。うん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 。まあアトランタに勝ちたいね。勝ちたいね。オーランド、スパーズが強いんだよな今。スパーズ。ミネソタも勝ちたいな。うん、ミネソタもさ、こう諦めない感じになってきたんだよね、ちょっと。うん。うわ、強気でいく。カムバック3勝1敗。強気で3勝1敗。うーわ。ミッチいないからな。ミッチいないからね。アトランタ戦は多分大丈夫だと思うんですよね。ノエルでも。ノエルはいつも言うてるようにでかいセンターにとにかく弱い。だからブーチにやられる。ブーチにはやばい。ブーチはでもやられ。ブスビッチが外主体だったらね、まだいいけどね。うん。うん。ブーチにはね、なるべくタージを当てたいですね。そうだね。うん。だからもしかしてタージがオーランド戦もしかしてスタートする可能性あるかもね。うん、おスタートいきなり。スタートはしないか。最初、うん、ノエルで様子見てあかんってなったら、多分ブーチのタイムに合わせてタージ出すんだろうな。うん、そうですね。それかブーチランドルがつくかね。うん。最初ノエルで途中からランドルがつくかね。うん。うん、そうですね。でもオーランドはやっぱせっかくチャンスなんで絶対勝たないといけないな。そうね。それ絶対勝たなきゃいけない。だからまあ3勝1敗だね。うん。2勝2敗だったらハッピー。オッケー。1勝3敗やったらちょっとカモン。いや、ちょっときついね。カモン、ブラザー。このメンバー相手に1勝3敗はダメ。そうですね。はい。よし。頑張りましょう。ということでね、来週楽しみに、してください。はい。皆さんもね、じゃあ、エンディングしますか。はい、びっちり3時間いた。喋りすぎだわ。喋りすぎ。スケジュールと日記の話だと思う。いらんかったな。あれでなんかいい。あれね。軽かったな、話題。We're psychic mean baby. Go Knicks. Go Knicks. Go Knicks.Go Knicks. セカンドチーム Rose IQ OB 頑張ろう。 Rose IQ OB 500まであとちょっと行きましょう。